ステッカーが最近売れに売れてるからね。日報もつけないとな。3324、あれ、はい、なみにゃん、わざつ、あー、せっかね、買えばよかったのに。郵送販売でもやってるから。3324、3324の343546と。343546。はい、ただいま。はい、ワドツーカー君、いらっしゃい。ちょっと待って、日報だけつけさせて。ツイッターが、ツイッターが1245。1245で、YouTube。769。Facebook。338333パ、LINE、いや、日をまたいだら営業日報をつけないといけないから。じゃないと、自分がどんな配信をやって、どういう風に人が増えたか分かんなくなっちゃうんだよ。だから、何が正解なのかとかを分析するために、全部記録を残してんだよね。体調は今日、そうだね。まあまあ悪くない。放送時間が。だから大体その時給、今いくらぐらい稼げてんのかとか。みーなさん、初見さん、こんばんは。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。ロハコとの配信正解だった。ロハコさんはもう配信者としてじゃなくて付き合い長いのね。ロハコさんが配信デビューする前からのリスナーさんなの、もともと。フォローありがとう、みーなさん。だから、なんつうんだろう。つながり、絆が深いの。もともと。一緒にいろんなこと経験したし、喧嘩もしたし、仲直りもして。だから、普通の間柄とはちょっと違うかもしれないね。リスナーさんの中でも特別な感覚がある、俺は。暗黒デビューする前から和道リスナーだと思うんだよ。だからびっくりしたよね、俺らは。
9時間半か。はい、ワドツです。マリアン、ありがとう。誰々の方が閲覧好きとか、お前らほんと好きだよね。なんでそんな人と比べるのが好きなの？くだらないよ。なんか、自分の人生生きた方がいいよ、シューマイ。誰々と誰々がどうとか、ほんとくだらない生き方だから。マジで。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。そんなのにとらわれてたら時間もったいねえよ、マジで。3000円はこれ誰だ？これはあれか、リオくんだ。リオくんじゃない、ターくんだ。ターくん。あれ？この2000円は何だろう？え、この2000円誰だ？誰か、俺、誰だ？誰か買ってくれてんな。げ、つけてないかも。比べてるでしょ。海宝さんの方が閲覧上って言って比べてないってどういうことだよ。比べてるだろ、どう見たって。どう見たって比べてるわ。わかんねえな。誰が買ったかわかんなくなってる。驚いただけ。もう今超えてるでしょ。夕日を見てるかの、夕日を見てるかの弾き語り動画？何？どういうこと？弾き語りが聞きたいの？今別に弾いてもいいけど。うん。誰と誰だ？フットサルの時に買ってくれたのは誰だっけな？覚えてねえな。フットサルの前の日って何やったっけ？やべえ、帳簿つけてねえ。フットサルの前の日、誰とコラボしたっけ？フットサル。いや、覚えてねえな。誰が勝ったんだろう、これ。フットサルも誰が勝ったかわかんねえ。フォローありがとう。誰がリアドしたんだ？フットサルの前の日。あ、解放だ。解放2回買ってるわ、今週。解放と、あと、フットサルの時誰が買ってくれたんだろうな。フットサルの時、誰だっけ。まあ、いっか。うん。はいはい。ありがとう、フォロー。4月の8日。ちょっと待ってね、営業日報だけつけさせて。こちら土曜日か。土曜日どこだっけな。開放が俺に手が、俺の家だ。フットサルの場所どこだったっけな。フットサルってどこでやったっけ。横山みどりさんが住んでるところ。どこだっけ。
江戸川区のどこだっけ、何駅だっけ、あれフットサルって書いとく、平井だ、ありがとう。で、2013年、これがカー君か。カー君ね。17年。4月13日と。ありがとう、平井だ、平井。どこだ ?13 日木曜日。新宿で、たーくん3000円、でかい方か。ていうか俺すげえな、本当によくしてもらってるわ。ステッカーだけで本当よくこんな売れるわ。自分で引いてるわ。ちょっとステッカーだけでよくここまで売り上げ作るな俺。配信業ってすげえや、引くぞ、配信業引くわ、マジで。マジかこれすげえな。引くわ、自分でマジで。若干っていうかかなり引く。シールね。シール業すげえわ。マジでシールだけで生活できるようになりたいな。仕事何やってんすか？シールっす。シールめっちゃ売れるっす。シールっすね、今暑いっすよつって、矢沢のタオル見て、タオルみてえだな、矢沢のタオル張りに売れてるよ。シールスって言いたくない？仕事何やってんすか？シールスって。え？ってなるじゃん。異常ありませんか？異常ないです。お疲れ様です。シールスって。何言ってんだこいつって思われる生き方しちゃうよね。あ、また、お疲れ様です。お疲れ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。シールだけで財を成すってすごいよね。ステッカー種類増やす。もちろん。それが俺のビジネスのえげつないところだよ。リスナーが買う商品を増やし続ける。一回買ったら終わりじゃないから、もう全部コンプしたくなる。コンプガチャ商法ですよ。コンプガチャ商法。うん、そのうちね、20枚全部揃わないと、和道に見せないと手に入らないのとかあるから。T シャツ売ってるよ。T シャツはネット販売で、パーカーとかも売ってるよ。俺のプロフィールページでネット販売ポチってください。
シールだけでこんだけ。シールで作った財産。すごくない？すごくない？えぐいでしょ？これシールだよ。これ。これシール代だよ。これステッカーだけ。ドリームでしょ。みんながシール買ってくれるからね。だからうちのシール高いよ。これシール代だけ。これシール代のみ。あ、まあ千円札もあるけどね。うん、ライターは作ってないね、うん、これアメリカ行く感じだから。俺もシール売ろうかな。いいぞ。原価は高いよ。原価は高いよ。あのさ、あのどこで作っても大体一緒だから、検索してごらんよ。見積もり出してごらんよ。あのその在庫を吐かせる勇気があるならね。ドレさんが冷や汗出るレベルだよ。うん。1000円貯金。いや銀行行ったら1000円変えてくれますよ。銀行に100万入れて全部1000円札で100万出してっつったら一瞬でやってくれるよ、うん、はい和田つ。いや、野口ってなんだ。諭吉がシールは高いよ。諭吉は何枚か、うん、諭吉は何枚かあるね、うん、こんくらいあるかな。であとは野口5000円札今省いた感じで、こんな感じ。貯金だからそれじゃダメなの。よくわかんねえ。俺でも100円玉あのリステリンのやつ3つパンパンにして銀行員驚いてたけどね。引いてたけどね。よくこんな貯めましたねっつって。あれ何万あったっけ。うん、いくつもあるよ。在庫抱えて売りさばく自信があるんだったらシール屋さんやればいいじゃん。儲かるぜ。ただ売れなかったら超リスキーだよ、うん、あお釣りとかの線、俺現金の小銭は全部やってましたね。がっつり溜まってくると気持ちいいっすよね。売れなかったらただのシールだし、みんなが思ってるよりもロット数確保必要だから。え、こんな枚数すんのっていうぐらい、えげつないぐらいすらされるから。告知はやってない。じゃないと、あの、質の高いステッカーは告知ではやってない。はい、どうも、金太郎。ああ、そうなんだ。100万円のやつね。あれ、面白いよね。高校生の時どころか、俺中学生からバイトしてるぐらい苦労人だよ。うん。
俺だからなんか働くの嫌いと思われてるけど、働かないやつみたいに言われてるけど、誰よりも働いてた自信あるわ。最高アルバイト4つ掛け持ったことあるよ。寝ないで。3日に1回寝るって、あ、3日に1回じゃない、2日に1回寝るっていう生活。それくらい働いてきたから俺嫌なの。今さん風船ありがとう。どうも。うん、多分苦労は人よりしてると思うよ。昔のリスナーよく俺話してるから知ってるけど、最近言わなくなったね。なんか苦労話とか貧乏話やめようと思って。景気悪くなるじゃん。暗くなるし。なんかもっとハッピーな話した方がいいやと思って。だから、時給1000円とか100円とかの重みを、何のバイト？エジワン最初にやったのはレストランの調理補助兼ウェイターだね。アルバイト60個ぐらい経験してるかな。うん。コンビニの店員と引っ越し屋以外はほぼ何でもやった。人よりも貪欲だったと思うよ。死体は、死体はね、洗いたいって言ってたけど、その当時こんななかったね。でもあるよ、死体洗いの仕事は、普通に。キャバクラもホストもやったな。キャバクラのボーイは付け回しとかもやってたよ。夜の仕事ね。パチ屋もやった。うん。死体洗いはやりたかったんだよね。でもね、マグロ拾いは、来たよ。マグロ洗いって言うんだけど、それ。死体洗うことを。思ったより経験してるでしょ。うん。結構苦労人なんだよ。だから、労働収入はダメだっていうのに、若い頃から働いててきつかったから、もうだから40万稼ぐのに4つバイトしないといけないのよ。成田とかだと。30後半ぐらいかな。だから、もうこのままじゃダメだと思って、必死になって人生変えようと頑張ってたね。社員は2回ある、正社員は。で、正社員に誘われたのは3回ある。要は、仕事できるから、バイトで。店長の仕事とか、どんどん奪っていくの得意なの。慣れてるから、バイト慣れしてるから。どうやったら時給上がるか、コツを知ってるのよ。可愛がられ方を。そしたら、店長やんねえって。うん、俺、エリマネに誘われたから、新入社員か、バイトから選べって言われてんだけど、お前やってくんねえって。俺の後釜って言われて。高校行ってないかんな。その時は空港でバイトやってて、空港ともお好み焼き屋か、二つやってて、いくらだろう。成田時給安いんだよ。空港いくらだったかな ?17 万かな?いくらだったっけ?空港の貨物。17万ぐらいだった記憶があるけど。パチ屋で、ああ、そうなんだ。まあまあまあ、バイトよりも社員の方がいいよ。俺生まれて初めてボーナスもらった時ビビったもんね。ボーナスみたいな。何これと思ったの。10万円だかな、いくらだか、でっかい金を渡されんのよ。で、そこを初めてボーナスもらった時は、俺、27万ぐらいだったのかな、給料が。で、2ヶ月分とかでしょ。あ、2ヶ月分じゃなかった。16万円ぐらいもらえたのかな、初ボーナス。成田空港だよ。びっくりしたよね。なんだボーナスってと思って、うん。金額が合わないんだ。でもボーナスいいよ。でもパチ屋って普通社員の方が給料高いけどね。全然良かったけどパチ屋。成田で1200円だか1100円だかもらってて。で、社員とか羽振り良かったけどね。金貯まる貯まるって言ってた。どのタイミングで働きたくないと思った。俺は子供の頃から思ってたの。漠然と。これって頭いいやつに使われてるなっていう感覚はあったの。だ、確信に変わったのはね、どの時だろう。このままじゃダメだって本気で思ったのは、23ぐらいかな。22か3の時だと思う。ダメだなって。ホームレスになったきっかけは、19歳でライブハウスの店長やってたの。で、経営権全部俺に任されてたの。結構やばいじゃん。
で、うまくいっちゃったの。で、オーナーと喧嘩したのよ。で、3ヶ月間ニートやってた。で、気づいたらポケットに1000円しか入ってなかったの。で、家賃払わないといけないの。で、やべえと思ったの。その時テレビでホリエモンホリエモンって言ってたんだよ。20歳か21歳ぐらいの頃。で、六本木が暑いとか言ってて、あ、なんか金の匂いすんなと思って、地元千葉の田舎の方に住んでた、一人暮らししてたんだけど、後輩がいて、高校生の。もう毎日家で漫画読んでんのよ。で、夢語ったりしてたんだけど、そいつに、ごめん、俺1000円しかねえわ、つって。なんすかって。またじゃあ空き缶、自動販売機の人一緒に拾いに行きますかつって。そいついつも夜中に自動販売機に手突っ込んで、タバコ代稼いでたの。100件ぐらい突っ込むとあるんだよ、100円が。タバコ代になるのよ。当時300円とかで。もうまた自販機行きますとか言って。もうそろそろ賽銭泥棒行きますかみたいな。で、賽銭泥はちょっと、カブトムシだろつって。カブトムシ、クレーン行きましょうよつったんだけど。俺、六本木行くわつって。で、マジっすかつって。片道切符で六本木行って。だからホームレスだよね。帰り道出んだもん。それが初めてのホームレス。うん。かな。きっかけは。うん。だから仕事をまずついてから六本木のキャバクラにビンボンビンボンビンボンってやって、夜中働かせてくださいって、何でもいいんでっつって、キャバクラに金持ちが通うと思ったので、ビンボンビンボンって働かせてくださいって言ったら、まあ、帰れって言われるんだけど、で、友達がちょうどホスやってた時の友達がキャバクラのボーイ六本木で偶然やってて、本当に偶然一緒にやろうよって言ってくれて、で、その超高級キャバクラのボーイをコネで入れてもらって、で、もう働くのよ、とにかく何にも分かんないけど働きまくって、でも家がないの。でも満喫とかホテルとかまだ給料出てないからないのよ、金がないの。まかない食って、お客さんに寿司をおごってもらって、食える時ガーって食って、で、何するかっていうと、朝方じゃん、もうアフターとか終わるとお客さんと寿司食うと、朝ベロンベロンに酔っ払ってる女の子200人ぐらいに声かけんの。止めてって。何って言われるの。いや、止めてって。なんでって。家ないのないって。で、200件声かけると、一人いるの必ず。いいよって。武蔵小金井だけどいいとか。で、金もないって言うと、いいよ、出してあげるよって言うの。すごいでしょ ?200 件声かけると必ず一人いるの、女の子。いいよって。そう。だから、なんか普通の人の努力とか、そんなの絶対無理だよっていうことを平気でやってたから、頭が極端に悪いんだよ、俺。六本木に金の匂いがする。テレビでホリエモンが儲けてるって聞いたら、六本木に行っちゃう男なんだよ。だから、シンプルに考えて、もう行動をとにかくやる男なの、普通の人より。バカなのね、人より。うん。そんな背景がある。だから、なんかその生主がすごい神回とかやってるけど、企画とかやってるけど、俺、金がなくて本当にやってたの。だから、ああいうのを見ると、なんか、こすいっていうかやり方が、それ本当のリアルじゃなくてカメラ回ってるからやってたんでしょって。俺、本気でやってたからっていう。なんか、その、リスナー受け狙って神回起こそうとしてるのが、なんか滑稽に見えて嫌なんだよ。だからそういうのが嫌なの。カメラ回ってる時に、普通でいたいっていうか。普通に生きてれば面白いやついっぱいいるし、リアルなのが一番楽しいよっていうか、なんか見せてるのが嫌なんだよね。バカ2個ありがとう。うん、まあ普通に、でもなんとかなってたんだよね。でもやっぱナンパ失敗したら、普通に公園で寝てたよ。うん。配信がなかったからね、当時は。うん、なんかスタービーチとかもやってたね。スタービーチを分かるっていう人は、まあ、おっさんかおばさんなんだけど、スタービーチやりながらちょっと止めてって女の子に言って、何っつって。でもスーツとか身なりはしっかりしてたの。ホームレスじゃなくて、その、ボーイの支給されてるスーツだから、スーツで家止めてって。何ナンパとか言って、違うのつって、家ないのそう。だから俺がこれでスタビっていうのがリアルでしょ、本当にやってるんだっていう。取ってつけた嘘じゃないのが分かるでしょ。なんかリアリティがすごいでしょ。ポンポン出てくるから。スタビをこうやってやりながら、六本木男子、21歳、なんかこう、六本木で働いてますみたいな、ちょっと持って。スタビじゃ若い人は分かんないよ。35とかはもうピンポイントで分かるね。上。35から上ぐらい。うん。うん。
超懐かしいでしょ、うん、ねえ、公園はいいぞ。水もあるし、トイレもあるからな。あの、ガスパニックの裏に公園あるんだよ。今あんのかな？ガスパニックあんだけど、ガスパニックの裏に公園あんのね。そことか。だから、なんとかなるって分かってんの。本当に死ぬ思いもしてるけど、みんながやばいとか、なんか、ふわっちが潰れたらどうすんのお前とか言われても、余裕なんだけど、みたいな。お前ら生命力違うんだけどっていう。普通に修羅場何回もくぐってきてるわっていうのがあんのね。自分の中で。へでもないの。配信ができないとか、食えなくなるとか。それって器量がないからそういうのに怯えるんだよ。別に金なんかなくたって女ずっといたし。俺生活保護でも彼女ずっといる男だよ。うん、今配信で稼いでるよ、うん、何やっても稼げるけど効率は悪いと思う、配信で稼ぐのは。ただ配信のいいところは時間に制約されないの、場所に制約されないの、これ最強なんだ。好きなことやってるだけで金が入るの、俺からすると最強なのね。あの、稼ぐ効率は悪いんだよ、正直言うと。金稼ごうと思ったら嫌な、ただ嫌なことやんなくて、場所にも時間にも何にも拘束されないで、好きなことやってたら金稼げるって、こんなのないと思ってて、俺は。しかも YouTuber と違って編集すらいらないんだよね。思いついたことポンポンやればいいんだよね。やばくない？その代わり、あの、一個だけリスクがあって、みんなにさらけ出しまくる。いや、プライベートがほぼないの。寝てる時ぐらいしか。だから、その人にずっと監視されてるっていうか、見られてるっていうか、自由は自由だけど、その、苦手な人、人に見られるのが苦手だったらもう最悪なツールだよね。俺はだけどね、逆なんだよね。人に見られると快感を覚えるんだよ。だってさ、常に200人平均だよ。平均常に200人にずーっと24時間見られてんだよ、俺。すごい人生だと思わない？だから、あの、広角機動隊わかる人だったらわかるんだけど、クゼみたいな生き方だよね。自分の脳にアクセスされて、ずっと自分が見てるもの、聞いてるもの、ずっと監視されてるっていうか。うん。うん。自由は自由だよ。価値をつけなければっていうかね、あのね、よくね、リスク、リスク、リスクってみんな言うじゃん。あの、日本茶くんが俺を貶めようとして言ってるわけじゃないの、わかるよ。そこを誤解しないで。リスクっていろんな人がいろんなこと言うの。リスク、リスクって。一番のリスク何もやらないことだから。俺にとっては。何もやらないで人の人生に干渉してるやつの方がリスクなんだよ。俺人生一回しかないの分かってるから。明日死ぬかもしれないの分かってるから。だから、一生懸命生きて楽しんでるだけなのに何がリスクなのか全然分かんないんだよね。やりたいことやってない。お前ディズニーランドで遊んでて、お前、ジェットコースターお前、ネジ外れて落っこちたらお前死ぬぞ、リスクあるぞって言われても、うるせえよ帰れよってなるじゃん。俺ディズニーランドでミッキーと遊んでんだよ、楽しいんだよ、帰れボケってなるでしょ。お前飛行機とか乗って大丈夫って、墜落するよって、死ねえよって、俺沖縄生きてんだよって、黙ってろよって思わない？何が仕事なのって。今後仕事したいと思いますか？人に使えること、要は使えることって書いて仕事って言うんだけど、その仕事は俺はやらない。人に使えるって書くんだけど、要は自分より上の存在を作ってその人からサラリーをもらうっていうのはやらないと思うよ。少なくともやりたくないと思ってるね。俺は向いてないと思ってる。ちょっと足癖から洗ってくるわ。ちょっとウォッシングしてくるわ。
ただいま。そう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 。行かないで行かないでって。寂しいよ。行かないでって。あ、オーナーね。いや、あんまりビジネス興味ないんだよね。うん。なんか、何かで利益を取るっていうことは、俺詐欺に近いと思ってんの。資本主義って基本的に詐欺、合法的な詐欺だと思ってんのね。リザイアを取るって。だから、やりたくなったらやるよ。そうそう、自分が商品だよ。不安定さはあるよ、もちろん。そりゃそうでしょ。ただ、ある程度有名になったらね、例えば、じゃあで言うけど、みんなね、多分やってないからそう見えるだけなんだよ。だからやってる人のリアルを知った方がいいんだけど、俺、ふわっちに来てから、15万円以下になったことがなくて、ずーっとゆっくり上がっていってるの。下がった月がないの。15万、16万、17万、18万、19万、20万、25万、19万、27万、50万みたいな。だから、なんつうんだろう。みんなはさ、旗から見てリスクだとか言ってるけど、なんか今の俺を見てリアクションしてるだけなのよ。俺は、数字の伸びとかを毎日日記つけてやってるわけよ。今日何配信で何時間やって何円稼げて何人フォロワーが増えて YouTube の方は何人で全部頭の中に入ってるしデータ化されてんのね。なんだろう、憶測でしょって感じなの。体験じゃないでしょって。で、なんで体験もしてない憶測の方が正しいと思うんだろうって。俺は正直そう思うの。なんで本人の方が詳しいに決まってるじゃん。うん、そう思わない？みんな本人の方が詳しいと思わない？全部さ、こうやってデータ化してるんだよ。全部こうやって全部こうやって毎日データ化してんの。うん、なんで俺よりお前将来大丈夫なのとか、配信はこれからとか言えんだろうみたいな。だってニコ生やってた時もさ、ニコ生潰れる潰れるって、来年潰れるってずっと言ってたけど、3年間経って今でも潰れてないの。別に潰れたら潰れたら関係ないし、何をそんな不安になってんだろうみたいな、何をそんな怯えて生きてんだろうこいつらみたいな。潰れたら何なんだろうって思うし、よくわかんねえわ俺。潰れたら潰れただけじゃん、収入がなくなるだけじゃん、何が怖いのっていう。同感できる？メンバーの条件って何のメンバー？バガありがとう。よくわかんねえんだよな。本当になんかよくわかんねえ。あ、和通りようだ。名前つければいいだけ。田中の後にアットマークは同僚団って入れるだけ。うん、おはよう、うん、何もしないことの方がよっぽどリスクだと思うけど。よくわかんねえよな。リヒト、おはよう。こんばんは。俺だからずっと自営業とずっと会社とかもやってたから、別に普通にうまくいってきたけど、何気にじゃなくて、うん、ハイリスクハイリターンとかローリスクローリターンとかじゃないって。やったらやった分だけ稼げるだけなんだって。うん、俺は配信で生計成り立ってるけど。アイテムありがとう。すごくないよ別に、やりたいことやってるだけだよ。うん、
だって冷静に考えてよ、冷静に考えてリスワンの数字見ればわかるけど、だいたい毎日毎日だよ、平均8000人見てるの。俺みんなの部屋でイメージすると12時間か14時間ぐらい放送やってると自分の部屋に8000人来るので、すぐいなくなる人もいるんだけど、常時自分の部屋の中に200人いるの、入れ替わっていってね、200人常に自分の部屋の中にいて、自分の周りに200人いて、で8000人になるだけなの、それが入れ替わって。金持ちいるでしょ、和道小遣いやるよ、いるでしょ、冷静に考えたら。ワード好きだわ、飯をおごるよ、みんなはバカみてえって思うかもしんないの。でも毎日俺、誰か名前が分かんない、ほとんど名前が分かんない誰か8000人と関わって生きてんの、やばくない？食えるっしょそれ、うん、そう思わない、うん、自営いろいろやってましたけど、ネットワークビジネス、会社運営、あとライブハウス、バー、いろいろやりたいことやってましたね、うん、数字が全てっていうか、数字が全てじゃないの、数字は嘘つかないの、数字が全てだと思ってないの、むしろ数字はただのツールだと思ってた俺は、結果っていうか答え合わせが終わったもん、ただ嘘はつかないんだよね、数字だけは、うん、でしょ、そこは楽、うん、数字が全てだとは思わない、数字は嘘つかない、そう、100人に1人は1億持ってるし、10人に1人は年収1000万超えなんだよ、だから余裕でこの中の20人ぐらいは1000万超えで、2人ぐらい億万長者がいるんだよ、うん、そしたら和道かわいいっつって、お小遣い余ってるからお前に花火やるよ、1000円なんか安いわ、ワード1000円でいいの、100発ぐらいやろうか、いて当然でしょ、うん、俺のこと可愛かったらワード100万夢なの、そんなんでいいんだったら俺一人で余裕で叶えさせてやるよってなるじゃん、それだけだよ、ただ別に難しいこと何にも言ってないよ、俺は100万稼ぎたい、もしよかったら俺の夢叶えてくれって8000人に言い続けてるだけだから、うん、で俺は8000人の中にすげえやつがいると思ってる、うん、8000人みんなが力を合わせてくれたら終わりだから、うん、抱きたがってる女、誰抱きたがってる女って、うん、抱きたがってる女って誰、インスタさんよくわかんないんだけど、抱かれたがってる女、あ、女、抱かれたがってる女に金をくれって頼むの、そんな必要なくない、俺対価が欲しいと、あの何々やってくれるんならお金あげるっていうやつ大嫌いの、俺放送やってみんなを楽しませてんの、うん、それ以上求められても困る、だからやんない、家に来たがってる女やだ、条件を俺に出す身分じゃないでしょって、俺の放送に対して価値つけてくれよっていう、うん、俺はタダでみんな楽しませてんだからさ、タダで情報シェアしてんの、うん、そこに価値つけてくれよって、100万でもいいし1円でもいいし、1円も払わねえでグダグダ言うなって思う、うん、俺ははっきり言って100万以上の価値のある情報を言ってるもん、うん、32年間生きてきた全て語ってんだから、そんなやついねえよ、うん、100円でもいいから払ってくれよ、うん、いいように言わないとって、お、俺これは俺の言い方だから、これについてこれないんだったら俺の放送フォローなんかできないよ、俺はこうやってやってきたんだもん、いいじゃんワードって、シンプルでいいねって、ありがとう、ほら見ろ、ジキーハートありがとう、グッジョブ、これだよ、これが信頼関係だから、俺は不器用かもしんないし物言いはきついかもしんない、媚びも売らないよ、うん、だけど全部本当のこと言うから、うん、シンプルでいいじゃん、俺は金もらって対等だと本気で思ってるからね、うん、フォローありがとう、うん、俺は本気で思ってるよ、だって俺毎日14時間喋ってんだもん、他のやつできねえよ、そう思わない、遊びでやってんじゃねえよ、うん、本気でやってっから、
別に偉そうなこと言ってないけど、お前が自分で下だって勝手に思ってるだけじゃん。俺は普通に話してるだけだよ。偉そうなこと何も言ってないよ、うん、お前が勝手に劣等感持ってるだけじゃん。黙って見てろよ。花火なんかボンボン上がるからよ。うちのリスナーなめんなよ。突っ込んでろ。ありがとう。縄文人バカありがとう。ありがとう。うん、楽しみにしとけ。金ねえやつは黙ってろ、うん。もしくは俺を囲え。富裕層に好かれる放送。富裕層特定にピンポイントでっていうのは無理よ。不特定多数を相手にする仕事だから。ケイブンおはよう。うん、おはよう。富裕層だけピンポイントでやるっていうのは無理だ。ありがとう。ペニーさん、花火ありがとう。初見さんいらっしゃい、春さん。よろしく。もしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。貧乏人ほどね、ぐだぐだ言うから俺嫌なんだよ。貧乏人ほど。貧乏人。人のこと否定するやつ、足引っ張るやつ。そんなのいらねえから俺。うん。金持ちは喧嘩しないって言うだろ。はい、お邪魔します。ミツさんいらっしゃい。うん。余裕のある人はそんなね、人の足引っ張るようなことしねえんだよ。ワード、うまい飯食えよって。お前の放送大好きだよっつって。よろしくなって。それでいいじゃん。なんか店に入ってよ、金も払わねえでよ、飯出せよって。なんだよゴキブリいんのこの店、汚ねえ店主だなって。服洗えよ。まず二度と来ねえわ。お会計です。金払わない、バカだろお前、捕まるぞ。金払ってから文句言えよ、うん、そう思わないみんな、うん、ただの犯罪者で泥棒だよ。そっとブラウザバックしろよ、文句があんなら。二度と来なくていいから。解放さんは伸びそう。難しいね。解放は人とのなんだろう、人形使いがいて初めて生きるタイプなのね。ピンの放送で人気出るっていうタイプじゃないから。だから誰かと常に付きまとってるっていうか、誰かにうまく利用される、活用っていう言い方が好きなんだけど、俺利用するのはあんま言葉好きじゃないんだけど、活用されるっていうのかな、人に生かされるタイプだと思ってるのね。だからいろんな人と絡みまくるのが一番いいと思う。面白いから、うん、ピンの放送で人気出ない人はねいるんだよ。うん。でも素材はいいよね、まあ、雑談でやっとくのは無理があるな、ちょっとな。解放の良さが生きないよね。だからその一人になりたいとは思ってるけど、俺に依存されても困るから。俺も自分の企画があるし。ホイミスライム可愛いでしょ。うん。ホイミ。うん。だからそれは解放が自分で気づいて、いろんな人に。要は荒野はそこがうまいんだよね。常に話題を作りに行かなきゃっていうのに焦ってるし。自分のポジションとか役割をよく理解してる。それがないと難しい。俺はぶっちゃけピンの方が安定感があるし、アイテム投げられるからね。解放一人じゃつまんないっていう話で、その言い方を柔らかくしたの。ドラクエ大好きだよ、うん、やってたよ。荒野は可愛がられキャラだね。リスナーにも、先輩にも、先輩配信者にも。うん。こうやんピンつまんねえもん。だ、愛子さんもそうだし、たまちゃんもそうだと思うよ。これはお香だね。チャンダンっていうお香だね。
ここにお香が入ってる、チャンダン。いや俺はなんか金持ちだろうが貧乏人だろうがなんだろうが、人間俺よりすごいやつしかいないと思ってる。ただ礼儀のないやつが嫌いなだけ。礼儀のないやつは関わらないって決めてんの、それだけ。それ以外は俺よりすごいやつと思ってるよ。自分がすごいなんて思ったこと一回もないよ。俺は人に生かされてる人だから、ただのデクノボーだから。ここにセットしてこうやってやるとお香が出てくる、煙が出てくる。メガネいいねこれ、シャンダンは俺の部屋と同じ匂いがするよ。ドンキホーテでも売ってるよ、シャンダンが一番いい。俺の部屋と同じ雰囲気を出したかったらシャンダンを炊いて。最近のファッションにはこういうパンクっぽいサングラスっぽいメガネが似合うっていうのを分かってたの。昔はスーツ着てたからスティーブ・ジョブズみたいな丸メガネしてたんだけど、もうスーツ着ることないから、いやついてこれないやつはついてこなくていいよ。風船ありがとう。じゃあ、1時間経ちましたので、もし楽しめた人はアイテムください。2分間音楽流すので、アイテム何でもいいんでください。アイテムタイムスタートでーす。ありがとう。ガパオさん、風船ありがとう。ありがとう。マッシュポテト、風船10個ありがとう。ありがとう。ケイブン、ハート10個ありがとう。サンキュー。アイテムありがとう。本来は荒野とか多摩の配信は和道さんの雑談枠に閲覧つくべきだと、まあ、さっきも枠で言ったんだけど、俺の話ってブルーワーカーに理解できない話をしてんので、世の中っていうのはブルーワーカーだらけなんだ。
8割はブルーワーカーでしょ。ブルーワーカーに受けが悪いんだよ。ホワイトワーカーにしか分かんないんだよ。でしょ？あ、そこだよね、うん。ブルーワーカーとは話が合わない。うん、お前それ面白いと思ってやってんの？ハルさん風船ありがとう。笑えねえぞ。タトゥー。恥ずかしいことだかんねん。本物の花見投げてみろよ。偽物ばっかりやってると、偽物ばっかり身につけてると、自分も偽物だと思われるぞ。かっこ悪いからやめな。本物の花見投げな。コピー品ばっかり身につけてると、自分がコピー品だって言ってるようなもんだからね。本物身につけな。安くてもいいから。風船1個でもいいんだから。自分を安売りすんなよ。初見さんいらっしゃい。メイ JP さん。もしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。俺はパフォーマンス見たら必ずストリートパフォーマーとかには金絶対投げるようにしてるんだよ。だから日本人はチップの文化があんまりないからよくわかんないんだろうね。俺は絶対金投げるけどね。何かを見せてもらったらタダでやってたもん。それが、なんだろう、資本主義社会で生きてるもののマナーだと思ってるね。与えられっぱなしは高くつくぜ。与える癖をつけないと。もしもし。あ、もしもし。ういっす、お疲れっす。お疲れ。今配信中ですか？配信やってますよ。配信やってます。で、まあ別に配信してでもいいんですけど、うん。あの、ナーボーンの電話番号知ってます？直電。なんでナーボー。あの、今私、なんかナーボー酔っ払ってて、うん。で、可愛くて喋りたくて、でも私、配信用に電話しても、うん。なかなか酔っ払って出なくて、どうしても今なんかナーボーと喋りたいなと思ってて、キャスで、はい、今放送してて酔っ払ってて可愛くて、もうクソも酔っ払ってめちゃくちゃ可愛くて、今話したい、話したいと思って。なるほど。そうなんですよ。で、うん、だからナーボーにも、あの、私お金ね、現金1万円あげてないけど、うん、ね、アディダスのパーカー1万3000円なんだから、うん、ね、教えろ、この間教えろよって。ダメだよおめえ、現金1万だよ、分かって分かってって言って。私がバンになった理由知ってますよね？え、あの、ふわっち？いや、知らない。そうですか。何でなったの？いやー、もう、え、ふわっちバンになったの？バンですよ、恥ずかしい。おっぱい丸出ししちゃいましたよ。え、なんで？もう私、もう今日のブラジャーどれにしようかななんてやってたら、もう全部丸出し、もうビーチクがピンクだとか、みんなにもスクショされてますよ。もう今日やっちゃったんですよ。なんで？俺、愛子ちゃんのビーチク見たかったな。見たかった。いや、やっぱりそれみんな言ってる。みんな言ってる。もうやだ、もうだから妻にあの、本当に2代目になっちゃった。うん、売名成功、今考えればバッ。え、何日版なの？いや、わかんないです。今日、今朝なったから。あ、今朝なった。わかんない。あ、そっかそっか。うん、そう。だから、でもね、そういうのって、うん、私、長い時間だったから、絶対にどっかにと、うん、どっかにあげられちゃうと思うのね。まあまあ、まあ、しょうがないよね。うん、配信やってんだもん。うん、でも、これで2回目だ。ほんと、またやっちゃって、相撲界でも、全裸を、全裸の、全裸のやつで流されちゃって。ツイキャスやってんの？ツイキャスもバンなんだから、もう。ツイキャスもバンなんだ。バンバン。もういいじゃん、FC2 アダルトだったら何やっても OK だから。で、ぶっちゃけ、
あのキャスの番は、うん、あの脱いだりとかじゃない番なんですよ、頭くんですよ。でもそれはもう、うん、あの仲直りしたんで、うん、あの大丈夫、あのあれ大丈夫、あのあのネットの王子過去笑いのあのあの画面あったじゃないですか、はいはいはい、あキャス番のあれ消したの私なんですよ、知ってます？あ、知らなかった。そうなんだ。そうなんですよ、あれもあれは配信で見てもらえばわかるんですけど、だからその理由で、うん、あの罰として一生懸命も力を入れて消したんです、あのクソクソ GGI GGI ネットの王子だって GG じゃないですか、はっきり言って。だって年変わんないし、今40だし。でそれでマスク、それで王子がマスク理由、マスク取らない理由が分かった瞬間、ブーとか持ってタバコ吸ってるところとかご飯食べるところ見て、うわー、これじゃマスクは外せないの分かるわーと思って、マスク美男っていうんですか、ほ ほらマスク美女っていいじゃないですか、マスクしてる姿は綺麗だけどマスク取ってる、うわ顔が全然違う、だからこいつ夏でも一年中仕事中とかマスクしてるんだなとか、そういうやついるんですよ、いるんですよ。だからそれと、だから王子も年がら年中マスクしてるんですよ、あれ。私幻滅しちゃってぶっちゃけ今だからってうわーと思って、それも配信で配信で暴露してるし。愛子ちゃん今外いんの？あのバーで今、あのバーにいるんですよ、ショットバーに。で、あ、ショットバー。配信を、うん、あの海老蔵さんの聞きながら、うん、ずーっとクスクスも笑いながら、海老蔵さんが閲覧高いのは私と一緒だ、本人は、てめえこの野郎とか、私も出すじゃないですか、スピンで、うん、スピンでやったりとか。だから、うん、今日でしかも、うん、そのバーになった時って300人も見てて、うわー、うん、もうだから多分、私がこれ確認で一応思ったじゃないですけど、その日だった時に大丈夫だなと思ってこう、うん、こう裏に撮った時にこう裏に閉じちゃってるからもう丸見えじゃないですか、カメラが、うんうん、でそのカメラのところに、うん、そうでカメラのところに物を隠せばね、おっぱい見れなかったんですよ、おっぱいもね、うん、惜しかった。したらなんかおっぱい、そうなんですよ、だから隠さなくてこれで大丈夫だなと思った時に、だからその時にでももう一回確認と思った時に、みんな愛子さん出てるよ出てるよとか言ってね、見えてるよとか言ってね、私見なくて、おし大丈夫だなって撮れちゃったんですよ。で、バーって脱いで、うん、でもおっぱい晒し出して、うん、今日のブラジルどれにしようかなってやってて、よしよしつけてってやってたから、もう、うん、もう本当にバカだなと思って、うん、俺でもね、最近ね、なんか愛子ちゃんの放送を見て、愛子ちゃんの顔見てると、うん、吉高由里子に見えるんだよね、言われない？吉高、なんか私なんかすっごい言われる今。言われるでしょ、吉高由里子みたいで可愛いなと思って。そうだ、ありがとう。でも私、ぶっちゃけ結婚する人できちゃったからごめんね。嘘、配信者で結婚する、もう約束したらいい。え、婚約者のおめでとう。うん、こありがとう。配信者？配信者。嘘。もう、それもうね、ここ さっき暴露しちゃった。うん。そう、まだ一回も会ってないんだけど、でも。嘘。え、まだ一回も会ってない人と婚約したの？うん、うん。だから、和藤さん結婚式来てね。行くよ。行くよ、北海道。行くよ。北海道、え、誰と、え、誰、北海道。北海道。北海道っつった、あ、分かった、言っていい、言っていい。いいよ、いいよ、ね。ジンギスカン。は？え？誰それ、知らない。知らない？ジンギスカンだよ。誰だろう。配信者でしょ、有名な。北海道っつったジンギスカンじゃないか。え、イケメンいるじゃん、何やってんのよ。え、でも誰だろう。誰だろう。なんで北海道、これ聞いてみんなリスナーさんに。あ。西田さんも多分言ってるよ。あ、こんな声じゃない？花火ありがとうっていう人？ドーンドーン、え？違う違う。花火ありがとうっていう人？違う、誰それ知らない。アイラ。誰？アイラ。あ、アイラ？やめてよ、あんなの、あんなもん。だから、ホスト切れるって結婚だよ、嫌だよ、あんなの。あ、嫌なんだ。ああいうのは。え？だから、あの、だからキャスをやってる人なんだ。あ、ほら、キャスわかんないから。あかんない、キタビだ、キタビ。え、キタビと結婚すんの？そう、そうだよ、私、ぶっちゃけ。結婚しようって言ったよ、そうだよ。私、北海道に行くんだよ。マジで？そうだよ。え、おめでとう。ありがとうございます。マジか、おめでとう。そうだよ、うん、うん、もう本当に。で、だから私はもう、北海道に行って、ほら、着物着てるでしょ、うん、あの、相撲さんのね。だから着物着て、うん、私は私でフワッチやるし、うん、ね、向こうは、キャスでやるし、で別々で一緒に、うん、ほら、あそこ広いから、うん、で、まあ、私のリスナーさんが来たら、私が、あの、クラブのママとして、うん、あそこ着物着て、ちゃんと綺麗にやって、ああ、そうなんだ。それで、ふわっちで、私は稼ぐ、もう、それで、はいはい。っていう話したら、話したら、いいな、いいな、それね、って、そうでしょ、だから、あんたも、ね、ふわっちでやりなさいよって分かったっつって言って、そうなんですよ。あ、そんなことがあったんだ。そうなんですよ。それいいね、つって。え、それ、売名に利用とかされてない、大丈夫？
大丈夫ですよ。いや本当にだ、違う、本当ですよ。だから本当に私、うん、なんかいつまでに左を好きになってたんですよ。いる、なんか、え、それいつ頃の話なの？決まったの？決まったの今日。あ、今日なんだ。へぇ、ね、だから早く、でちょうど北海道にね、巡業、うん、私チケット買ったのね、お相撲さんのね、2日間やるチケット、だから、うん、案内してって言っていいよって言って、うん、すごく、あいつ本当に私がもう本当にタイミングの時にいつも通知が来るのね。うわ、うん、もうこの野郎3時4時で悩んでる時とか、ほら新宿で警察捕まって、はいはいはい、時間潰そう時とか、あの、うん、ほらなんていうのかな、セブンさんは自分が電話代払いたくないから電話した、こう言って長々喋るくせに、自分から用事があってかけてくるときにバタンって短く切るし、お前ふざけんじゃねえ、このセブン、胸一郎、胸太郎だけど、あ、それ言っちゃいけないんだけど、言っちゃいけないんだけど、まあ、と思ってて、うん、で、ぶっちゃけ私はすごいやっぱり、あの、すごいケチ、やっぱ金持ちってケチじゃん。だから電話代もさ、やっぱソフトバンクだと安心してベラ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 喋れるじゃん。そうだね。うん、そうでしょ、ホワイトブラね、でだから北見も、うん、そう北見もピピピピピって、あ、何ソフトバンクじゃんと思って、お前、うん、だから配信途中にいつも電話かかってくると、もうみんな愛子様だねって分かってし、なるほど、なるほど、だから最初は倍目にしていいからいいからって言うから、だから藤沢奈々ちゃんも、うん、愛子ちゃんちょっと倍目させてよとか言うとか言う、はいはい、だからってそのつもり来てんじゃないの、だから今度1万円パチンコ配信やるんですよ、うん、前から言ってて、それが、うん、そしたらなんか私のこと知らないやつは、うん、愛子に騙されないから、愛子ちゃんはもう、うん、私の友達なの、うん、分かったりするな、何やってんの、もう一番8回も来てくれるお客さん、ね、そんなにいないんだから、私はリアルな友達なんだから、うん、もう愛子ちゃんの悪口今後ってブロックするからねとかすごい言ってくれて、うん、おー、はいはい、だからやっぱりリスナーの教育が悪いから、リスナーだから光のリスナーなんか悪いんです、光が何も注意しないから、うん、みたいな、あんな、うん、だから本当にリスナー、だからその配信者次第なんです、リスナーの、うん、リスナー裏事故の、うん、あ、そうだよ、そうだよ、そう、うん、そうじゃないですか、はっきり言って、うん、だから私の、うん、私もお前なんで今日それだけでね、これあのアンチかよとか言っても、うんうん、お前なんでいつも褒める、コメント、私のこと大好きで、私のサムネを毎回変えてくるせいに、お前なんだよとか言ったりとか、うん、あと12時になると、うん、私の顔の白塗りたいが来るんですよ。今度私も見てよ、マドさん、もう笑ってよ。もう見てよ、見てよって何？F ワッチをさ、見るよ、見るよ。え、ロムってるよ、時間があるときは。え、ロムってやっぱり、うん、でもたまにやっぱりなんか、私もだから、バカとの方にちょっと書いてくれると嬉しいなと思って、嬉しかったです。まあまあ、一言ね。一言ね、あの時この間さ、インチキさんとか書いたけど、本当はワドさんって聞こうと思ったんだけど、私もそこはバカじゃないから、うん、インチキさんとか、でも本当にインチキさんに会いたかったし、うん、でもただあの黒デブ、あのキャサリンが あいつはさ、すごいよね、うん、ふわっと初見で、おい初見、花火確認して、花火変えよって、こうであんなバカのデブです、あんなんじゃ嫌いに決まってんじゃんかと思ってね、まあまあまあ、だから私が羨ましいのアイテムバン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 来るから、あ、まあそれはそうでしょ、アイテムは嬉しいね。そうじゃないですか、うん、だって初見にいきなり来て、うん、おい初見今から確認して花火投げろよ、うん、バカしたんだもんって、本当だからあいつがいいから私でも二度と行かないし、うん、でもゆうちゃんがやっぱいいから、だからゆうちゃんに会いたいって言ったから、個人的に今度会おうね、うん、じゃないけど、そういうふうに言おうかなと思って、はいはいはい、キャスバーはもうだってあいつただ飯で金ないから、からデリヘルで新宿で終わって必ず来るんですんで、私が来るのは配信で見てる、わざと来るんですよあいつ、本当にムカつくって、ムカつくんですよ、あのクソデブ、クソクサで、しかもあの大盛りチャーハンを5分ぐらい食べて、あんな早食いだから、あんなブク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 太るんで、だったら痩せてみたこの野郎と思って感じじゃないですか、でしょっちゅうしょっちゅうあいこ死ねとかしょっちゅうディスってるで、いいんだよあいつは、言わせとけばいいんだよ、あんなデブお前だって痩せるやと思って、でも一時あのリップつけてちょっと、ね、そんな仲悪いの、ちょっと可愛かったんですよ、そんな方言化したの、いや、キャサリンもこの前すごい言ってたよ、うん、でそれは毎回言ってる、あの女クソ女、うん、でも私最初にラジコンになったんですよ、だから私とだからそのタヌキが、うん、私とキャサリンを対決させたいってなんか書いたらしくて、うん、そしたらそれを言った、うん、もしもし、あ、大丈夫、怒られてる、うん、大丈夫、お店に怒られたの、うん、多分覚えてる、ああ、そうです、そうです、うん、なんか、やっぱりさ、やっぱバーだから、まあ、ショットバーでね、そんだけ騒いでたらね、違うよ、でも、今ちょっと離れた、あ、オッケーオッケーオッケー、今日は、もう今、もう切るから、できになっちゃうから、ここまでできにされたら困っちゃうから、うん、オッケーオッケー、じゃあ、いいや、ごめんなさい、じゃあどうも、もう、うん、もうナーボ、うん、切ったな、雑だな、切り方、はいはい。
すげえな。目的を何一つ達成せず切っていったな。どこ行っても怒られるんだな、あの人。どこ行っても怒られるんだな。すげえな。やばいね、ほんと。やべえな、終わっちゃったよ。雑だな、ほんと。いや、喋るのが好きなんでしょう、多分。喋りが大好きなんだよ。井戸端会議だよね、完全に。はい、みんなお疲れ。いや、面白いよね。面白いよね。旬で切ったね。なんだろうな。疲れるな。不審者いましたよ。遅いっすよ。目黒警部いましたよ、不審者が。遅いよ、来るの。逮捕できたのに。指名手配犯から今電話かかってきたのに。いや、しんどいよな。初見さん、もしよかったらフォローしてってね。何の話してたっけ。ちょっと遅かったね。すれ違いですよ。いや、銅入れてないんだよ。でもちょっと暗いよね、なんか。影ができるからかな。特に、試供品のメガネね。そう、色を入れてないのに暗いんだよ、これ。多分、上の縁の影が入っちゃうんだと思う。ありがとう。バガありがとう。3時に電話してくるのって相当だかんね。夜中の3時にさ、この電話ってすごいよね。まあ、俺も配信者だからいいけど。はい、ナイトさん、パフェありがとう。Thank you。 いや、でも、すごいね。婚約したんだね。結婚するんだ。大丈夫か？みんなほんと売名好きだよな、この世界。ほんともあの手この手で配信増え、閲覧が増えたら何でもやるよな。プライドねえのかよ、マジで。いや、俺ね、ほんとそう思うの。プライドないのって。自分で集めらんないの、人をって。いや、俺はまあ、その、まあ、電話するけど。まあ、するけどさ。無線機スイッチオン。あ、通知登録すんの。ありがとう。連絡します。いや、会ったことない人と婚約って相当だよ。やべえよな。でもね、俺のリスナーも頭おかしいからね、和道さんと付き合いたいですって、会ったことない、名前も知んないやつから言われんの。和道さん好き、結婚して、付き合ってください。まあ、俺はわかるよ。アイドルだから。なんつうの。まあ、ファンが言う分には可愛いなと思うけど、あれガチのやつじゃん。あれガチのやつじゃん。もうやばいよね。風船ありがとう、ゆうや。ありがとう。病気だな。いや、俺のリスナーでもいるけど、それはまあ冗談半分っていうかさ、なんか妄想込みじゃん。あれ本気のトーンじゃん。本気で結婚式来てえじゃん、あれ。ああ、もう。ああ。ファーだよ、もう。これからの絵文字のファーだよ。誰かファーの絵文字まだあるのかな。誰か持ってるファーってやつ。いや、本当ならおめでとうっていうか、もうファーだよね。誰かファー持ってないの。最近ね、顔文字職人いなくなったよね。
嫁起きた。GK ありがとうね、さっき花火。うん、いや、いやもういるよ、正直。いや、でも言うの。いや、会ったことないしって。俺と、俺、あなた、どんな顔して、何仕事してるとか全然知らないし。って、マジレスするときあるよ、本当に。パー、それじゃない。それじゃない、のりこ。パーってやつがあんの。パーってやつ。うん、知らないか。それじゃない、のりこ。それじゃない、それじゃない。ナミニャンじゃない。アイドルと付き合えるんじゃないかと思って見つけるやつは正気なのか。いや、アイドルはわかるんだよ。リスナーと配信者の関係とか、アイドルとファンの関係ならわかるの。匿名希望、それじゃない。ファーってやつ。もっと面白いやつ。違う違う、多分最近のやつじゃなくて2ちゃんのテンプレだったやつ。ファーってやつがあるの、うんうん、もっとそんな可愛らしいのじゃない、もっともっと面白いやつ、うん、2チャンネルのアスキーアート文化とか面白かったけどな。顔文字とかよく作るよって。あ、俺の顔文字あんの知ってる？みんな。最近のリスナー知らないかもしんないけど、2チャンネルの時俺の顔文字あったんだよ。それでワド2って打つやついたんだよ。それじゃない、のんちゃん。でも近い。のんちゃん近いけどそれじゃない。俺の顔文字あるんだよ、金梅さんみたいに。金梅さんグエーってあるじゃん。かわいいやつ。金梅さんみたく、ワドの顔文字昔あったんだよ。それでワド2っていう風に流行ったんだよ。キターじゃない、それキターじゃん。キターって書いてあるじゃん。全然違うじゃん。セクシー骸骨さんいらっしゃい。こんにちは、うん。応援する気持ちでの投資じゃないんだよ。やっぱもうボロボロに貢ぎたいんだよ。うん、好きな、あ、それじゃないな。え、ワドの顔も知らないの？誰か打てる？ワドの顔文字、もう持ってないかな、みんな、うん。リスナーが作ったんだよね。いや、それじゃない、ナミニャン。そっくりって言われたもん。うん、見つがれで見たい。あ、でも俺結構見つがれ人生だったかもな。女の人に見つがれること多いのよ、未だに、うん。女ったらしだから。なんかダメンズウォーカー、ダメな男が好きな女っているんだよ。そういうのをメロメロにする。なんかダメな男が好きな女っているんだよ。うん、いや、ワド2それじゃない。ワンワンが持ってる俺の顔文字。誰か打てない？多分ね、なぜならばで検索すると出てくるんだよね。なぜならばだっけな。なぜならばだったと思うけど。あ、っていうかワンワンに電話しよう。ワンワンに聞きたいことがあるんだ。そう、なぜならばで検索すると出てくる。ちょっとワンワンにとつかけるわ。そう、違う、それだけじゃないの。それそれ、ワド2って、そのノリコが打ってるやつ、これが正解。そう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 、そっくり。あの、ちょっと待って、ワンワンにちょっと用があったんだ。出ねえな。ワンワン出ねえな。あ、そっか、この辺、あ、この時間帯デリヘルで一番時間、あれだ、デリヘルが忙しい時間帯だ。悪いことした。やべえわ。はい、ワドツ。ダメだ、勤務中だとか。うん、俺もなかなか不謹慎な。
ワンワンデリ情報なのはすげえ有名な話だよ。週末のデリは忙しいから。え、俺正直言うとワンワンがデリヘルで出てきたら当たりだなって思っちゃう自分がいるんだけど、俺ダメかな？正直。正直だよ。正直、ワンワンが9000円のデリヘルで出てきたら当たり？ 9000 円45分で出てきたら当たりだと思っちゃう自分がいるんだけど。俺の感覚おかしいのかな？ 45 分9000円の店で。で、ワンワン。当たりじゃない？チェンジかな。もう全然当たりだわって。無理？俺9000円で45分コースで、9000円40分コースでワンワン出てきたら当たりだなって思うけど、うん、違うのかな、うん、無理か。微妙。9000円なら当たりでしょ。全然当たりだよね。これ男の人だったら分かるって言うと思うよ。9000円、40分9000円の店でワンワン出てきたら、全然当たりだと思うよ。俺の感覚はおかしいのか。うん、化粧してる。もちろんだよ。すっぴんなんかで出てきたらクレームどころじゃない。ボコボコにするわ。揉めに揉めるわ。まず、もう、ダッシュで受付に戻ってもう一回写真見せろって言うよ。もう一回写真並べろって言うよね。そっから始まるよ。うん、いや、60分1万5000円であんなの出てきたらもう、警察呼ぶわ。摘発させるわ。ふざけんな、ほんと。グーで殴るわ。9000円であくまで40分コースで出てきたら当たりでしょっていう話だから。うん、化粧なしはブチ切れでしょ。化粧してるバージョンだよ。うん、化粧してるバージョン。うん、値段考慮したらギリ当たりまでは持っていける。気持ちの持ちようかよっていうね。うん、何百万かけてるっつったけど、俺が聞いたの、本人に聞いたの600万かけてる。うん、俺歯は直したいけどな。誰か歯の200万出してくんね。彼直したいな。やばくない彼。彼。エイリアンじゃない、エイリアン。上の歯はそうでもないんだけど、上がそうでもないでしょ。前歯がちょっとずれてるけど、下がやばいんだよね。うん。ぐっちゃぐちゃ。200万誰か出してくんね、俺の歯直すのに。矯正代。でも一生もんだからね、歯は。歯は一生ものだから。俺のこと見るたびに200万ぐらいかかるでしょ、歯の矯正って。え、それくらいじゃないの？もう直したいよ、歯。200万ぐらいだって聞いたけど。歯科矯正。違うの？もっと高い？もっと安いの？歯直そうかな。
マジでこれ直したい。100万、子供はほら顎が柔らかいから早いの期間が。うんちゃん歯並び綺麗だもんね。うん、大人は200万って聞いた。これ直すの相当時間かかるぞ。ピンキリ？インプラントはする気はないかな。うん、するよ、歯の矯正は。全然高いよ。1ヶ月だいたいローン組んで 2,3 万ぐらいが相場だから。ん？ 2,3 万で聞くか？ 2 万 5,000 円だったかな。お、ミスキーいらっしゃい。150万ぐらいなんだ。まあ程度によるんだけど、俺のはなんかほら歯並び極端に悪いから。芸人は歯を全部抜いてそう入れ歯にする。だからインプラントでしょ、真っ白なやつでしょ、あの清原みたいなね。5年間矯正だとそれくらいかかるもんね。あー、いや矯正したらまあ多少綺麗になるよ。やっぱりなんでかっていうと骨を整形するから、ゆっくりゆっくり骨をずらすの。歯って骨じゃん、歯茎って。ゆっくり力をゆっくり加えていって、骨って3年でターンオーバーするのよ。だから3年間力を加えてゆっくり、なんつうの、体の分子を入れ替え構造を矯正していくのよ。そういう感じ。天然の歯があればね。あ、歯科衛生士なんだ。あ、ちょっと待って、電話かかってきた。どうも。おい、お疲れ。で、今ね、便所にね、うん、便所に頼んだら、やっぱりあいつ金だから、もう3万、3万今、甘木下さないと電話しないって言ってるから、うん、ひどくない？わかるんだけど、便所太郎さんに電話かけようとしたら、うん、3万甘木風よこせって言われたの？違う、だから違う、あの、ナーボーに電話して、お前、今喋りたいんだろって言って、だからナーボーに、うん、あの、あれね、酔っ払って可愛いから直接今すごい喋りたい。あいつナボ酔っ払うとめちゃくちゃ可愛いじゃん。今すごい可愛いし、今が本音を聞けるチャンスだなと思って、だからどうしても話したいと思ったけど、うん、でも今金はないって言ってんのに、うん、だからこの LINE を晒せばいいじゃない、ツイッター で私は後から絶対払うからって言ってんのに、あいつは短気だから、うん、今送んなきゃ嫌だっつって言うから、もうケチっつって送って、じゃあブロックしていいっつって言ったから嫌だっつって言って、今 お互いに騙し合いじゃないけど、うん、まあ便所太郎は本当に何でも金だ、分かるけど、だから今ないから、あ、だから帰ってたら3万でいいかな、うん、ね、だから今手元に3万円ないから言ってんじゃんとか言ってんのに、今だから嫌だっつって言って、もうわがままだ、もうだから私がちゃんと、だからこの LINE をちゃんと晒していいって言ってんじゃんかって言って、私も言ってんですよ、なのにダメだっつって言うんですよ。もう私は簡単に5000円出しちゃったからね、あれほら払っちゃう、自分も悪いんだけど、うん、5000円じゃないでしょ、2万円ぐらい払ってるでしょ、2万5000円ぐらい払ってるでしょ。じゃあ、捨て頃の T シャツもお前1000円安くするから買えって言って、パジャマにするから、うん、やって言ってて、うん、はい、うん、便所さんにトータルいくら貢いだの？あの日？あの日っていうか、全部今出会ってから。ね、うん、でも、ほら、リスナーの時は、あいつ少し金、例えば1万2000円、3人であの時飲んでて、うん、例えば1万2000円だったら、で出してから、あ、一応2000円は出すんで、うん、ああ、いいやつだと思って、私なんかいつももう、男なの当たり前になって、本当にお金がいつもないから、ないっていうか、やっぱり私は、ほら、あると大人買いしちゃ全部爆買いしちゃうから、持ってるだけ全部使っちゃうんですよ。はいはい。なんかシャネルが好きなんだっけ？そう、シャネル好きだから、もう、うん、だから、ショップ行くと大体30万とか使ってるでしょ。で、こうやって、なもんだからカードももう今作れないし、もうだから、カード作れないんですよ。うん、やっぱりだから、だって自分の給料よりも3倍の毎月の支払いで貯金もないし、相撲行ってるし、マジでそんな感じだし。相撲は逆にお小遣いもらえるんじゃないの？なんですか？
え、相撲って高いんですよ、チケット。知らないんですか、和道さん。私、いつも一番前の、一番前の移動で見てるんですから、いつもテレビに映るところで。うそ、なんとかって、だから、私、なんとかって言って、だから、ツイッターに、私、アップしますよ、あの土俵入りの。あ、見たい見たい。なんとかって、やってます、叫んでますよ、あれ、アップしてますよ。俺、おじさん相撲取りだったんだよね。え、嘘、どこの部屋なんですか。え、どこだったんだか、なんか寺尾に子供の頃抱いてもらってたけど。寺尾さん、嘘、うん、だから、家にお相撲さんの手形いっぱいあったよ、うんうんうん、どこの部屋か忘れちゃったんだけど。嘘、嘘、嘘、すごい、それ、やだー、そうそう、やだー、なんて。だから私、だってさ、寺尾さんとこの間、その偶然、もぎりで、うん、うん、え、え、あの、私が相撲協会、うん、なんか自分の顔はあの SNS だから勝手にみんな保存して勝手に回しちゃうから、顔だけもう絶対自分の顔を今やめるんですよ。それで Facebook でいろいろやられてるんで、うんうん、はい。アイボンちゃんさ、はい、ふわっち1週間漫画1ヶ月漫画みんな気にしてるけどさ、メール来てないの？だってメールも読めないんですよ。メールも読めないの？うん、だってふわっち閲覧なんかメンテナンスのためって言って、あ、これか、あのお知らせ？うん、お知らせ、お知らせ。ちょっと待ってね、うん、あ、これか、やっぱみんな私の配信楽しみしてるね。だって今日300人も見られちゃったの、おっぱい。恥ずかしいよね、女の子が。あ、ちょっと待って。でも自分が悪いの、あ、うん、あ、これかな、ユーザー。あ、うん、え、違う。ユーザーの方が、運営の方。いや、何もないです。え、来てるはずだよ。バンになったら絶対お知らせ来るよ。いや、でも来てないですよ、ほんと今。今、私、グラスホッパー2杯しか飲んでないので。うん、グラスホッパーとかまたおしゃれなカクテルだね。そう、そう、だからそれもアップしてます、うん、今日ツイッターだから私がギャーッと触るじゃないですか。だからいつもマスターにさっきも何度も何度も、うん、もうここで初日できて出禁になりたくないから、昨日も出禁になってるし、昨日も警察また捕まってるし、うん、またあなたですかって、うちのだから地元でどんどん出禁になっちゃうと、みんな愛子しっかりしろよとか、配信者、あ、違くて、あのリスナーに言われてて、うん、ぶっちゃけあのやっぱり配信者から返事とかハートをもらえると嬉しいじゃないですか、うん、リスナーしたバカだから、うん、だから私も、うん、分かってるよとか言って、なんかあの時間をずらして送ってる人と多分みんな喜んでるんだろうな、うん、ああ、アイブから返事来たら嬉しいだって多分ね。ああ、なるほど、なるほど。そう、だから頭使うんですよ。だからそれがみんなバカだから、ハートバババババってつけちゃえばいいだけの話なの、うん、なんか あんまりリスナーをバカバカ言わない方がいいよ。そうですよね、そうですよね、わかります。まあ、バカだといけないですけど、私もそうか、うん。でもそういう、私のそういうときに言うところは好きって人も多いから、だから野々花ちゃんも人気なのがわかる。私みたいな生活してるから、はっきり言って、ね、もうヒールマスキングで全然出しちゃってるし、そうなんです。だからそれは、まあ、でも、リスナーはバカだからとか、自分がバカだったから、うれしくなっちゃうし、うん、長かったし、ナーボーンだし、だからナーボーンに嬉しくて、わ、う、ー、ん、もう。うん、あれ、うん、うん、うん、そっかそっか。もしもし、電波悪い？ん？もしもーし。いつも言う。もしもし、あ、電波悪くて聞こえなかったよ。電波悪いよ。あ、聞こえた。あ、本当だ。うん、うん、うん。ちょっとね、商店街の Wi-Fi、商店街の Wi-Fi。うん、商店街の Wi-Fi で通話してんの？ちょっと、なんか超 Wi-Fi な、なんか、ごめん、聞き取りづらいよ。今、あの、言ってます。あの、いや、聞こえてないよ、俺。聞こえてないよ、愛子さん。え、マジですか？もしもし。聞こえた、聞こえた。もしも、もし、あ、うん、だから今、うん、電波のいいところ、あのまた戻ってきてるんで、うん、はい、そうなんですよ。そこそこ。だからもうそれだったら、もういいや、今日はナーボーと話して、でもこんな酔っ払ったチャンスに、ナーボーめったに酔っ払いの配信ないから、うん、ナーボーに来たかったのに、うん、もうそんな3万円もそんなすぐにちゃんと払うのにと思って、うん、でもバカバカしいなと思って、うん、別に3万円、ね、ただでね、教えて、まあ、だからもちろんナーボーの許可を取ってね、うん、取って、あれだけど、今だったら、ああ、いいよ、あやこだったらって言ってくれそうだから、うん、って思って、うん、言ったんだから、まあ一応そんなの分かんないじゃないですか、言ってみたらナーボーがいいよって今だったら言うかもしれない、まあまあ。コメントで何で聞かないの、番号。え？コメントで番号を聞けばいい。
でも配信用の電話しても、うん、出ないから今短縮酔っ払っちゃって配信用の方にはだから、うん、あこの間会った時に1万円渡して、うん、あれすればよかったなとか思ったけどでも私ももう配信者でもうっていうか配信者っていうかリスナーじゃないから払う、うん、なんでお前に払わなきゃいけないんだよじゃないけど、うん、そういうことも言ってもいいなと思ったし面白い配信だったしこの間のあの便所太郎の3人の見ました見てくれましたふわっちいや俺見てないんだよ見てないんですか、うん、あれ、うん、もう超楽しかったですよあれもうめちゃくちゃもうナーボーズ大好きだ可愛いもうやんちゃ坊主で、うん、なんか息子みたいな感じじゃないですかもうね25だから、うん、私がほら22で産めば子供でしょ、うんうんうん、でしょだからもう可愛いでしょあのクソ坊主とかも、ね、俺でも愛子ちゃんとのさ愛子ちゃん結婚すると思わなかったよ、うん、俺愛子ちゃんとデート配信楽しみにしてたのになんか振られた気分だよいいよなんでだって別に結婚、うん、だってほら今すぐじゃないもんだって、うん、だから愛子さんが人のものになったらなんかデートしてももうなんか脈ないんだと思ってさで一緒に一緒にだって東急私ワンちゃんとなんで私ワンちゃんとパコるよもうだからワンちゃん いつパコるのってこの今日だってふわちでもうみんなの前で言って、うんうん、だってワンちゃんと熱いチューした時にワンちゃん、うん、もう愛子さんの唇柔らかかったって言ったら、うん、もう光が多分やきもち焼いて、うんあいつあそう、そういえば話変わるけど、ヒカルから今見たら、ヒカルに電話しようと思ったら、うん、あいつブロックしてる私を、ついにブロックしたの。うん、勝手にしろよ、あのバーガーと思って、うん。あんなクソ玉のこと、てまちん、沖縄来てよってね、でも確かにあの声はいい声。声優やってるかどうか知らないが、うん、あれもなんか、ね、やっぱ結局仕事してないじゃない、うん、ああやってさ。あって1週間も同じ服で金ちゃんとさ毎日ラブホでパコッと利用されて金ちゃんのだから私いつも言うの金映えの性欲のためにバカな玉つって言って、うんうん、いつもそれ言うとみんな大笑いしてくれて私のリスナー似てる似てる金映えの性欲のために出てきたバカ女玉つって、うんうん、いつも言ってるじゃんでも、うん、私はあんまりそのこともディスのやめようって、ね、いつも言われてるからもう全然今言ってなかったのになんか今玉が愛子のちょっとディスってるよとあそうじゃあ今私ディスるわって言ってて金映えのちょっとみんな大笑いしてくれってダブルダブルダブルとか言ってやってくれてて、うんうん、でも私はもう玉のあのブロック見れないように、うん、もうしたんですよキャサリンも私の枠見れないようにブロックしてやって、うん、この野郎と思って、うん、だけどタマは配信は、うん、そのラブホ配信はちょっと見たかったからでもあの私がブロックしてるから、うん、タマの配信見れるわけじゃないですか、うん、バカみたいな気持ち悪いねあのバカじゃないのと思っちゃってでも確かに声はいい声目つぶってれば、うん、癒される声だなだからああいう可愛い声私羨ましかったんです私こんな声だしでも俺あれだよあの、うん、セクシーなハスキーボイスの方が好きだよ、うん本当ですか、うん、なんかいっぱい LINE が来てるこれ便所かな多分ね、うんうん、大丈夫折り返さなくてもういいですだって3万バカバカしてないですかまあまあね、うん、だって何本の許可が、うん、だって本人がいいって言うんだったら別にただで0円でいいじゃないですかうん、うん そうだよね、だからもう、うんうん、だから私もなんでフワッチを教えてもらう先生だけで5000円素直に払ったのし本当素直だバカだからって言われて、うん、やっぱりなんか光に、うん、あいこから3万踏んどったぞってなんか電話したみたいで、うん、なんかだからそうだからどういう理由か知らないけどだからお前光にあいこお前便所太郎に便所太郎が3万払ったんだっていうとかなんで知ってるのそしたら俺に電話かけてあいこあいつバカだからよ金3万巻き上げたよって言ってたから、うん、やっぱりそうかと思ってあ今すっごい来てるこれ多分これ便所だな多分これちょっと一旦来ていいですかまたちょっと電話していいですかわかりましたどうもすいません、はい、失礼します切るの早いな、うん、なロハコも解放も愛子もキチガイはね電話切るのすぐ切るんだよねなんでキチガイってすぐ電話切るのだからね切るの早いんだよロハコさんと解放と愛子はプツって切るんだよね若干イラッとすんだよな、うん、はいはいあごめん久しぶりお久しぶりです酔っ払ってんの酔っ払ってないよ漫画読んでたあ悪い悪いあのさ聞きたいことがあったんだけどいいかないいよいいよなんかさツイッターでさ
なんか、なでこの、なんか、彼氏が元カノ？え、アリスと付き合ってんじゃないの、窓って。付き合う、え、何？アリスのことなの？あれ。そう。え、アリスってなでこと付き合ってたの？そうだよ。あ、そうだったんだ。なんか、和道の今カノと、なんか、なでこの元なんかアカリスと付き合ってるとか言って、なんかリスナーから DM 来て、ノ。窓が。うん。うん。それでマジかと思って、そうやって書いて、ツイッターで書いた。ああ、そうだっま、たん勘だ。違い？いや、別にいいんだけど、いや、誰のことかなとか思って、ちょっと気になってたから、別に怒アるリとス、かアリス、そういアリう、ス、アリス。アリスのことだっえ、たんだ。のりこさんと付き合ってるの？誰と付き合ってるの今。いや、彼女いないけど、俺。あ、そういう感じね。ああ、なるほど。じゃあちょっと、ツイッター消しとこう、ああ、れ、ツイーいい、ト。消さなくていいよ。勘別違に、いしたわ。気になってただけだから、全然いいの。あ、本当？いや、誰のそこうと言いうってんの感じかだなね。と思って。アリスちゃんって子だよ。あ、そっかそっあのか。子、生主だったじゃん、もともと。いや、今でもやってるわ。ああ、やってるんだ。ふわっちとニコ生やってるよ。あ、マジで？この放送自体見たことないけど、で聞いた。でちょっも、と、ちょっと見たことあるか。なでこはさ、なでこってお前も付き合ってなかった？昔ね。昔ね。だから知ってたんだ。それで知ってたの。ああ、なるほそれど、なるで、ほど。なでこの元カノが、今はどうと付き合ってるよみたいな DM 来て、マジかと思って、ウケると思って、軽はずみに変えてしまったわ、ごめん。いい、全然。いや、気にはしてないのよ。全然。全然。いや、ただ誰なのかなと思って気になってさ。最近どう最近？なの？いや、何にもないよ、もう、本当に。あ、そう。なんかコラボとかしようよ。相変わらずだよ。怖いもん、そこのリスナー、ちょっと。あ、そっか。ちょっと怖いわ、ちょっと女らへんが、そこらへん。まあ、囲われてっかな、最近な、俺。間違いない。何恐ろ今の。しいですわ。なるほど。いや、さっきワンワンめちゃめちゃ可愛いよねっていう話してたんだよ、枠で。いや、またいや、じゃあ、急に褒めてどうした？いや、何俺にも前出てからこんぞ、結褒構言っめてても。るよ。前からワンワン別に可愛いって言ってるよ。何にも出てこんぞ。何も出今ないの俺か言っよ。たって、そんなこと。あ、そうなんだ。何にも出ない。何にも出ないから。ワンワンはデリヘルの9000円の40分コースで出たら当たりだよねっていうふうに、ちゃんと俺可愛いって言っといたから。もしもし？もしもし？ワンワン？デリヘルの、90分コース4、あれ？ワンワン？どうした？切れたわ。プライド高えな、相変わらず。当たりだよな。ただいま。なんで褒めたのに怒られたの？切られちゃったよ。ぶつ切りされちゃったよ。アリスのことだったんだね。あれ？コメント止まったけど見えてる？見えてる？なんかドレさんの画像高画質になってんだけど、絶対ウェブカメラ変えたでしょ、この人。ドレさんが異常に高画質の配信やってんだけど。アリスのことだったんだね。なんだろう、ドレさんが異常に高画質で気持ち悪いんだけど。アリスとワンワンは姉妹だったね。ちょっと待って、タイムラグがなんか気になるから、5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。8秒？そんなラグってねえわ。8秒だ。大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。ありがとう。なんでドルさんこんな高画質になってんの？気持ち悪いんだけど。なんか輪郭はくっきりだし、なんか顔のシミとかすげえくっきりで気持ち悪いんだけど、なんでドルさんこんな高画質になってんの？ なんか 3D のアバターみたいになってんだけど、気持ち悪くない？なんか。
これ多分相当いいカメラ見つかれたよ。相当いいカメラ見つかれたよ、ドルさん。マジで気持ち悪いから笑うから見てきな。これね、多分ね、ウェブカメラじゃなくて、一眼レフかなんかかな。一眼レフか、多分普通にハンディカムもらってるよ。いや、ドルさん見てごらん。なんかアバターみたいになってるから。くっきりしすぎで、超いいカメラこれ見つかれてる。すげえくっきりしてるでしょ。これ多分10万クラスのカメラだよ。うん、そう、プリクラみたい。プリクラも補正みたいになってる。ちょっと青ひげがくっきり出てるもんね。うん、どうしても気づいちゃうんだよね、カメラの性能は。相当いいカメラで撮って、なんでこんないいカメラ使ってんだよ。しかもなんか、自慢したいんだよ、多分。振られるの待ってるんだよ。カメラ変えましたって。そう。だからね、ちょっとニヤニヤしてんの。早く突っ込んでよって。知らないふりして言ってごらん。あれ？カメラ変えましたよねって。絶対自慢始まるよ。誰か嘘、なんか知らないふりして、わ、ドルさんってカメラ今日くっきりしてませんって言ってごらん。もう30分、40分カメラについて語り出すよ。お、気づいたみたいな。いや、誰かふっかけてごらん。カメラ変えましたって。絶対自慢話始めるから。はい、お帰り、あや。絶対。絶対3、40分話すよ。いや、実はさーっつって。もう話したくてしょうがないから、半日焼けじゃん。だから、いつも暗い部屋なのに、電気までつけちゃって。バカじゃないの、本当に。いつも真っ暗の部屋でやってんのに、カメラの自慢したいから、今日は電気つけちゃって、はしゃいじゃってんのよ。今日はしゃいじゃってんの、電気つけて。わかる？これ。だから半日焼けなのよ。半日焼けなの。ちょっと半日焼けなんだよ。うん。笑うっしょ、こんなの。誰か振ってごらん？カメラ、いいカメラ買ったんですかって。100万稼ぐとね、こんなに変わるんだね、人ってね。100万稼ぐとこんなに変わるんだよ、人って。やだやだ。金ってやだね。金ってやだよ、本当に。あー、ブロックされてんだ。ちょっと俺さ、ドレさんにクレームあるんだけど、放送中にちょっと言いたいことあるんだけど、マジで。ちょっと怒ってるんだけど、ドレさんに、うん。ちょっとドレさんに言いたいことあるんだけど、トツかけていいと思う？いや、マジでね、ちょっと怒ってるんだよ。マジで。ふざけんなよって思ってて。ちょっとトツでマジで言いたいことがある。うん、すげえ怒ってるから。マジでね、ちょっと最近調子乗りすぎ。いや、言いたいことあるんだけど、なんか突然嫌な人かもしんないから、ちょっと話があるんだよ、俺。ドレさんに言わなきゃいけないことがあるっつうか、もし、どれが凸受けるって言うんだったら、LINE で凸かけるわ。いや、一応向こうも配信者だから、マナー違反になったら嫌だから。ぐだぐだ言われたくねえし。凸かけるか、じゃあ。誰か、じゃあ、ワド凸いいかちょっと聞いてみて。いや、アドバイスっていうか、ちょっとないわと思って。さすがにないわと思って。ちょっとさすがに切れてる、俺。さすがにちょっとこれは配信者として、先輩配信者として物申さないといけないなと思って。ジュース買ってこようかな。飲み物買ってくるわ。ジュース買ってくる。ジュース買ってくるわ。
今タバコ燃えてるね。タイバータバコ燃えてた。タバコつけっぱだったかんね。まあまったりやるか。なんだろう、すげえラグってるような感じするんだけど、なんなんだろうな。ラグってなかったよね。大丈夫だよね、みんな。7秒ぐらいだったもんね、さっきね。なんでこんなラグってるように感じるんだろう、今日。どれがからかってる？いや、どれがからかってるとかじゃなくて、明らかにもうクソダセーことやってるから、注意したいんだよね。明らかに配信者として間違って勘違いを起こしてるから、いや、別に好きなこと言わせておけよ、バカ。あの筋肉、人ぶん殴ることしか考えらんねえんだから。頭悪いんだから。病気のおじさんでしょ病気のおっさんでしょ、あんなの。心病んじゃったんだ。言わすとけ、言わすとけよ、うん。最近変わったっつうか、もうダメだね。ダメ。うん。おい、先っぽいらっしゃい。ああ、クモン流道場。俺も行くよ。俺はクモン流に言ったの。ギャラいくら払ったらスパーリングしてもらえますかって言われたから50万って言ったの。どれはなんか売名したいから、あいつには才能を感じるとか言って。あいつは身体能力高いかもしれない。才能があるかもしれないとか、売名したいだけなの。ネタが来たと思ってニヤニヤして、タダで受けるんだって。クソだせえよな。クソだせえよな。俺は50万かかん。俺とスパーリングするの。でもどれはもう売名に必死だから理由をかっこつけて理由をつけて、あいつは格闘家の才能があるかもしれないとか言って、うん、で自分たちだけじゃ閲覧が不安だから俺も呼ばれます。ワード来てくれよっつって、かっこつけたがりだよ本当に。全部自分の功績にしたい。自信がないから。でもプライドだけは高いから、その理由をつけてさ、どうしようもねえよ、ほんとに。かっこ悪すぎるだろ。おはよう、アイチュン。おはよう。アイチュン最近放送頑張ってるね。たまに見かけるよ。頑張ってね、アイチュン。クモン流のスパーは見てるよ。クモン流よくコメント打ってくれるから。うん。まあ正直言うとドレさんには歯が立たないと思ってる。多分パンチ一発も当たんないよ。ドレの深夜食堂はさ、まあ格闘家としては認めてるから。うん。そう、下ネタ言わなきゃいいおっさんなんだけどな。きついってあの年で俺は100回行かせるとか。もう笑わせんなよ。うん、笑わせんなよって感じだよ、本当に。俺、プライド高い？そう？なんでそう思うの、ヨウジさん。トツ、オッケー。いいよ、もう今更。今更いいよ。うん、おせえよ、バカ。うん、いや、直接言うからいいよ。大阪一緒に行くよ。うん。なんで大阪行くか教えてやろうか。俺、香川さん、なあ、俺、香川さんの店一日店長やることになったんですよ、つったら。マジ？俺にも香川紹介してくんね？いや、
あの、すいませんって。僕も、そう、最近関係ができて、やっとで、いや、お願い。香川絶対俺のこと知ってるから、俺捨て頃で有名だから今しかないんだよ。わ、どう頼む。香川にアポ取ってくれよ。マジっすか？つって、じゃあ、LINE 送っておきます。って言って。あ、香川さんから OK 出ましたよって。一緒に来ていいし、そんなこと言わないで、一日店長、和道とドレさん別の日でやりませんかって言ったら、怖い。俺、客来なかったら叩かれるから怖いよ、和道。俺、和道と一緒に店長やりたい。頼む。一緒にって言ってくれ。バカかよ、お前！子供かよ！子供かよ！ほんと。それも言いたいことの一つ。ドレさんも呼ばれてじゃないよ。和道頼むよ。俺、捨て頃の後もう先がないんだよ。頼むよ、和道。しょうもない。しょうもない、ほんとに。どう思う？うん。どうしようもないよ、ほんと。小さい男だよ、ほんと。でかい図体でさ。小さい男だよ、ほんとに。肝っ玉の。ほんとに、しょうもない。これ、一回や二回じゃないよ。なあ、誰々に和道の方から言ってくんね。スパーリング企画やろうと思ってんだけど、ちょっと便所に行ってくんね。いや、便所さん繋がってるじゃないですか。いや、俺から言うと嫌味だから。和道の方が繋がり深いから。和道から便所にスパーリング呼んだ方がいいから。何回も、もう。何回もよ。あ、ゆいださん、ういっす、お疲れっす。あれ？これ本物か？何回もだよ。偽物か。いや、何しに来るのって売名でしょ？いや、俺、LINE でやりとり全部残ってるよ。全部残ってるよ。だからもう自分のことかっこよく見せようって必死なのよ。守り守りなの。だったらめくれないでしょ。人の悪口言うんだったら責任持ってくださいよ。俺なんかいくらでもめくれるんだからね。しょうもない、ほんとに。俺がこんなことで嘘ついてもしょうがないじゃん。いや、怒ってないよ。違う。俺はドレさんに言いたいことあんの。本当に。だからさっきトツかけていいって言ったけど、スルーされたから、いいやと思って。で、まだ悪口言ってるぞ、つって。まだからかってるぞって言うから。いや、そっちが早期ならこっちもこっちでカードいっぱいあるよって。俺がドレさんのこと立てて出してなかっただけだからね。自分でアポ取れよ。閲覧取るのに自信ないのかな。朝方しか放送人集まんねえもんな。いや、だから、年上の、ああいう、なんか、大物ぶりたい人っているじゃん。年上でメンツ大事にする人って。扱いが困るのよ。いや、扱い困るじゃん。わかるでしょ？年上でメンツを大事にして、プライドクソ高えの。だって、はっきり言うよ。あんなのツールだからね、これ、人数。水増してるに決まってるじゃん、こんなの。見え張りの証拠なんだよ。俺ツールなんか一回も使ったことないよ。ニコ生やってる時から。恥ずかしいもん。ツールなのってさ、配信やってたらバレるじゃん。正直。あ、これツールだなって。正直コメント数とかでわかるじゃん。異常に少ねえぞって。おかしいでしょ？みんなも気づいてるじゃん。面倒でしょ？みんなわかってることじゃん。だけど、もうそうでもしないと自分のプライドが持たないのよ。正直だってさ、600人集まる放送やってる？正直。やってないでしょ。まあ、せいぜい150人とか200人とかだよ。だからいいんだよ、もう。いや、だからツールだけでしょ。
いや、俺はそう思うよ、正直。あ、本気でね、本気で信じちゃってるかもね。そうだね。いや、俺人の悪口言いたくないの。ただ俺に牙向けんだったら、同じ手使っていいんだったらとことんやるよ。なんで俺に凸出ないか教えてあげようか。俺に論破されんのブルってるからだよ。俺に目の前で恥かかされんのブルってるからだよ。俺が口うめえの知ってるから。だから自分の畑汚されたくないの。みんなそうでしょ。喧嘩凸だっつって俺に論破されてさ、ボロボロにプライドされてさ、喧嘩凸者じゃないのにさ、喧嘩凸者ボロボロにニコ生時代やってんの見てんだよ。だからカッコつけて逃げんの。戦わねえんだよ。無理よ、全部めくれちゃうから。そうだから自分の放送でこそこそやってんだよ、わかる？自分の放送でこそこそ身内に向かって、あいつはよって先輩面吹かせて、一発やがよなあ。俺がどれのミラーなんかしたことあるかやねえだろ。俺がどれの放送ミラーしたことある？どれの話自分からしたことないでしょ。なんで人の話題するか言ってやろうか。自分のコンテンツ持ってねえからだよ。人の話題なんかしねえよ、こっちは。おめえみてえに暇じゃねえんだよ。毎日どっかの放送でよ、かそなまぬし見ててよ、なになにちゃんかわいいねって。バカじゃねえの、ほんといい年こいて。モテるわけねえだろ、そんなもん。おっさんがよ、一人でよ、毎晩朝までよ、俺のセックスはうまいとか言ってよ、しまいにはさ、お前ローションまで出してくんだよ。もう笑い話にも程があるだろ。な、そう思わねえ。女なんか黙って寄ってくんだよ、配信者だったら。考えろよ。だろ？俺からドルさんのディスなんかしないよ。メンツ保ってやったじゃん。立ててやったじゃん。本当に分かってないよね。本当に分かってない。分かる？もう痛いんだって。だから俺の凸は出ないよ。どれは。自分の放送の中だけで、囲いだけでやってるんだよ。哀れな男だね、本当に。分かる？しょうもない。女の子引きまくってるじゃん。俺は正直ないと思ってるよ。俺は正直ない。モテ方教えてやるよって言ったらピキりまくってた。だからそれが要はメンツなんだよ。俺はかっこいい。俺はモテるって。53とか4にもなってさ、配信やっててみすぼらしいって思うのが普通の感覚だよ。ねえ、同級生に言える？ 53 とかねえなって。言えないでしょ。ポットでだからだよ。ポットでだから。俺言えるよ。普通に有名だもん。街歩いてて和道さんですよねって声かけられるよ。あんなの街歩いててもただの筋肉の塊でしょ。なんかされてるんですかって言われて終わりだよ。なんかされてるんですかって、格闘技とか。いやーっつって。普通に声かけられるもん。和道さんですよねって。いや、普通の感覚を持ってたら分かるの。分からないやつがいるんだよ。分からないやつがいるの。だからそれを相手にしてればいいのよ。もう筋肉しか邪魔んないからサムネに全部出てるじゃん。サムネに。出れるわけねえよ、俺の凸に。5年前からやってるよ。キャリアがあるんだよ。実績があるんだよ。だから普通の配信者、普通の大手配信者だったら声かけられるよ、街歩いてて。そんなん当たり前だよ。いや、普通の感覚だよ。俺の暴露してごらん。俺普段から俺はありのままを正直に喋ってるから、めくれないから、リスナーさんに話してるから、全部見てるから。もしね、和道のペラってやるよっつっても、のんちゃんの話とかだよ、絶対。要は放送上で見てリスナーとして言ってるんだよ。みんな知らねえだろうっつって。バーカ、 YouTube に載ってるよ。おめえが見た情報全部 YouTube だわ。お前と違って裏で吹かさないからな、俺はお前と違って裏で俺はすごいアピールしないから。残念でした。トツかかってきたわ。よし、決着つけようか。
もしもし。もしもし。もしもし。案の定、便所太郎がすごくてすごくて、今いっす、もう今一生懸命買ってくるから3万円になっちゃって、それがどのコーナーとか言って、もうわざわざお願い、今、ナボーに電話して、あいこが、あの1万円払うから、あの喋りたいって言ってるからいいか、いいって言ってもらっていいですか。あのね、あの結論を言うタイミングがなかったんだけど、ね、あいこさん喋ってたから、聞いて聞いて、最後まで。あの俺、はい、あのナーボーの連絡先知らない。あ、知らない。あ、やっぱりやっぱそう思った。私もそうかなと思ったけど、もしかしたら、うん、いやでも今ね、今誰かにかけないと、便所太郎が配信始めて、うん、花火ボン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 投げてきて、四国四国かけてきて、うん、お前本当に口座ふわっちでバンになってる、知らなくて、うん、嘘、うん、なんでお前知らなかったの、うん、あ、太郎ちゃん見てなかったんだ、よかったって言ったら、お前のそんな美熟の、そんなババアの美熟なんか見ねえよって言ったら、いや、うん、いやそのね、みんな愛子の美熟、ピンクだった、綺麗だったって言ってんだよ、この野郎って言って、マジかよって言って、もう、うん、だから私がバンになったから見れないから、うん、思ってた。多分配信中でニヤニヤしながらやったりとか、うん、ベロ出したりとか多分絶対してんだろうなと思って、うん、あいつだって私の通話のおかげで配信し始めて花火がボン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 来たんですよ。だからほら、うん、なんとか船舶のほら、うん、今すぐかかってきてる。でも絶対出ないよ、あいつの配信の花火のために、うん、花火と現金のために しつこくかかってきてるから、うん、あ、そうですよね、うんうん、なるほどなるほど。え、でもさ、あいこさんはどうしても今日ナーボーと連絡取りたいの、うんうん、今だから今酔ってるナーボーと喋ったの可愛いって思うよ。だってめったに飲み配信やんなくて、どうしてもナーボーと喋りたくて、やっぱ配信用の電話に電話しても全然出ないし。ああ、え、それは何、気づいてないってこと。だからその配信用の、そうなんですよ、突用の電話でしょ、うん、そうそう、だからそうなんですよ、うんうんうん、でも本当に便所しつこくかかってくるから、とりあえず和田さんに電話すれば、うん、和田さんに、やっぱり和田さんもね、まあ、ね、うん、こう普段から絡んでないから電話番号知らないかなって思ったんですけど、俺は知らん、やっぱりさ、うんうん、でしょ。でも最近やっぱり、うん、私ぶっちゃけ最初、ぶっちゃけ今だから言いますけど、うん、正直最初ダメだった和田さん、うんうん、だけど、いや、じゃあ言おうと思ってたんだよ、うんうん、ん、何、でも私ね、うんうんうん、ちょっと聞いてください。でも、うん、あのお顔を見なくて声だけ聞いてるとすごく癒されるんです。誰和藤さん、俺声好きなの、うん、そう、顔はタイプじゃない。顔でもね、ぶっちゃけほら顔じゃないじゃない、うん、もう、ね、うん、でも私、和藤さんもいいなって思ったんだけど、でもそれより私がついつい配信でいいタイミングに通知してくる、もう北日の方に、もうなんかいつの間に毎回電話して、また愛子様が、うん、いや、俺愛子ちゃんすごいタイプだけどね、可愛いなって思う、うん、うん、ありがとう、うんうん、言ってたんだけど、私がまずダメだったの最初に、でもね、今考えたら、うん、和藤さんでもいいなって今日思った。あ、そうなんだ。東京だし、俺だって愛子ちゃんの放送を見ると、うん、吉高由里子思い出すもん、うんうん、あ、本当に、うん、そうだから、愛子ちゃんの顔見るとハイボール飲みたくなる、うんうん、あ、本当嬉しい、うん、でも喋り方や山瀬まみです。声は日本人だし。俺でも声日本人だし、好きよ、ハスキーボイス、ハスキーボイスすごい素敵だと思うよ。で、興奮するとどもるし、うんうん、うわー、すごい便所太郎。すごい近く、うん、一般の電話してきた。うわー、こいつすごいな、これもう、え、出ればいいじゃん、便所太郎。なんでですか、だって太郎ちゃんと電話しちゃったら和藤さんと電話切れちゃうじゃないですか。え、大丈夫、いいです、俺はいつでも出れるから。いいですよ、うん、もういや、俺はいいんですよ、いいの、こいつありがとう、いいんですよ、もうだってもうこのもう金にがめつすぎる男、もう本当いい加減してほしい。うん、もう本当今日は今日です、そのおかげであいつ花火で今日儲けてるやつふざけんなと思って、うん、だからそうですね、わかりました。だからこれを一周切った瞬間に誰に電話するか決めないと、またあいつすごく腕上がってくるから、どうしよう、ナーボーとつながってて、私と、あ、そうだ、でもももくんにさっき電話したんですよ、5回コールぐらいね、でも出なかったから、はいはい、ももくん、はい、もう寝ちゃってんだなと、ももくんだってほら、対談やってるから、絶対つながってるじゃないですか。絶対つながってるだろうね。うん、ね、そう、で、うん、あとは、あれ、誰だろう、ちさと。でも私なんかナーボーと、あーね、もうあんな、うん、ああいう、あの子、ああいうキャラだからって時代に、うん、ナーボーに1万円払って、てかナーボーのタイプじゃないし、あいつのタイプは、もう雅とか、うん、北部とか大好きだから、うん、もうちょっと、ああいうタイプが好きだからね。うん。うん。じゃあどうしよう。え、でも俺、愛子ちゃんがさ、北の美少年と結婚ってなんか、すごいなって思ってるよ。うん、大手と大手で結婚。ほんと
が、ああ、また天井さんの配信の花火だから、でも結構いい、うん、なんでお前が俺の花火気にすんだよ、へえなんて言ってるから、うん、多分相当上がってくるじゃん。いや、免除太郎さんに電話かけなよ、うん、せっかくだから、なんか話とかあるんだよ。でもね、今日ね、うん、ちょっといっぱいあるんですよ、今日、竹本さんのところで、昨日見ました、うん、私が竹本さんに、うん、最初に、和子万町初書き子って言っただけ書いたら、おお、愛子さんだって言って。うんに言った瞬間に花火がボンボンボンって上がって、うん、うわ、なんだよこれって思って、うん、で、ほら、YCY、私に会いたいんだろう、和子番長って言ったら、ボンボンボン、ボンボンボン、うわ、なんだよこれって思ったから、ちょっとこれはと思って、うん、思って、うん、で、早く私のこと好きなんだろう、YCY って書くと、またボン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 、ボン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 って花火がすごくて、ふざけんじゃねえよ、私の今日のノルマの3万円、とっくに。とっくに怪しいと思ったら、ただまだまだまとっくにクリア来ただろう、YCY って言うと、またまたボン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 、花火がすごく、竹本ももう笑っちゃって、もう、なんだよ、みたいな感じで、今日、結局、私がいる配信で、あいつ、竹本 YCY86 個も花火出してんですよ、どう思います？すごいね。でしょ、だから、でしょ、だから、竹本に、あの今度私あじゃあ私に会いに来るときは土曜日来いよ YCY って書いてたらまたボン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 って言ったら、いや愛子さん、うん、あの行かないですって絶対私に会いたくて、だからいつもロコマントとか書いてくるし、うん、光との最初の炎上のラブ、うん、ラブラブでカラオケでやってるときに用もないくせに私と喋りたいから喋りたいがために光に電話してきたし、変わってつって変わって喋って、うん、もうやることなすことかわいいね、私もぶっちゃけヤーさんにモテるんですよ。あ、そうなんだ。へえ。そうなんですよ。へもうだからあの極道の妻、極道の妻そうそう、だって極道の妻がこんな性格じゃないとやっていけないですよ、はっきり言って、うん、お前らてめえこの野郎とかって、だから自分で素直にも、うん、お前てめえこの野郎なんだ今日の、うん、今日はあんちじゃねえかこの野郎とか言ってはっきり言うから私にそのすごい今楽しいみたいで、なんか私が4日間配信しないだけで、うん、なんか旦那に今日最近愛子の配信 しないんだよとか、なんか愛子が夢に出てきたとか、うん、そんなこと言われたらもう嬉しくなっちゃうじゃないですか、うん、たった4日間やんないだけで、だって救急車、私救急車も運ぶ、もう救急車も来て、ピザ3軒、寿司屋の宅配2軒来て、うん、大変だったんですよ、住所、ほら、鮫島が晒したから。はい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 。大変だよね。消防署ですよ、だからやっちょっと同じなんですよ、もう出てけっつって。鮫島さんはでも、過疎相手にしないから、うん、あの、うん、ね、うん、トレンドの人しか相手にしないから。でも私もそうなんでバカで、たったはっきり言って、うん、新宿に今日キャストライフ行くんだってって言うから、うん、えっ、ー、私ずっと無視してるから、自分が楽しくて配信を見ない、あのコメント読まないときにあって、だから玉木定期さん、定期が、この配信者は自分が楽しい話になると、全くリスナーのコメント読みませんとか言って出てきて、だけどなんか、サメちゃんが呼んだ、サメちゃんが呼んだ、なんだ、サメ島うるせえなと思って、うん、あ、何って言ったときに、なんかサメちゃんが DM したって、でもなんだよ、うるせえな、まあ、って。今楽しく喋ってね、あ、サメ島とか言って、うん、会ってみたら、うん、なんか、え、横浜に行くんだったら、うん、あの車乗せるから住所とあれしてって、うん、え、ラッキーと思って、バカだから、うん、すぐ住所と電話番号と携帯番号、うん、名前、あ、じゃあ、あの住所と名前と電話番号書いてて、バカでしょ、私も、うん、もう、ほんとバカ。トラップに引っかかったんだ。え、引っかかっちゃったんだ、住所。うん、さらされて、だからそれで、うんうん、でも犯人は、あのうちの地元に住んでる BBA ってことがもう発覚してるから、うん、同じやつだから結局録音残ってるからね、うん、んなうちの親があの携帯番号だからほら私の携帯番号知ってるわけだから、うん、消防署もうちの実家が今燃えてるんですとか言って、うん、なんか言ったらしくて、最初あの名古屋に行く準備してて、じゃあ今からお風呂入ってくるねって、うん、私も配信しながら回してたから行けなかったのかもしれないけど、でもやっぱりほらその金でほらみんな何十万って生活稼いでるわけじゃないですか、だから私もそれで稼ごうと思ったし、うん、それでだからそのだから今回の10万円も初めての10万円も名古屋で使わせてもらったし、皆さんのおかげでね、うん、でもこれは自分の努力でもあるわけじゃない、はっきり言って、うん、ね、毎日毎日さ、そうだね、永遠にさ仕事ない日にさ、うん、ない一日を利用してさ、うん、だから今回も
新しい仕事も一切もう名前も住所も全部晒されてるから、うん、またしつこく仕事何やるんですかとかし、うん、おめえらにも教えねえよバカ野郎、住所も晒されて何言ってんの。でもなんかクラブとかでママやりそうだよね、うん、なんか綺麗だから。あ、そうだ、うん、そうだからいつも言われるの。だからやっぱりでもこういう性格じゃないとやっていけないじゃないですか、こういう気性の激しくないと、うん、気が強くないと ね、 ね、 ね、ただでもやっぱり体を売るまでは私困ってないから。そりゃそうだよ。だから、うんうん、でもやっぱり、うん、あのだから新宿、うん、いや違う、銀座で働いてた時に300万ルノワールで積まれたんです。ルノワールで300、これで一発300ドンドンドンって言われて、すごいね、と思って、うん、だからまあだから私も25歳ですごいいい時で、あじゃあ28歳から30、うん、まあ28から最後28から23までで、うん、であのそれで22、あの北天湯知ってるでしょ、北天湯大関、うんうん、知ってるでしょ。わかるわかる。私あのかっちゃんが結婚しようって言われてたんだから22歳、で結婚したら二十歳山のおかみじゃんって。だから私9歳からおかみさんになれたかったら嬉しいって言ってたの、うんうん、でもあいつはやっぱり女遊びすごいから結婚したい女が私を含めて5人もいたわけさ。ああ、そうだったんだ、ね。そんでね、それがろくでもない仕事をみんな、だからまず、まあ、僕、総部長やね、うん、総部長、AV 女優、ね、うん、あとクラブのママ、キャバクラ、あたしなの、うん、そしたら親方は、ほら、美穂ヶ関親方は私を選ぶに決まってるじゃない。そりゃそうだよ。だって私9歳で好きになった時に自分の息子のファンだったの、松山当時、美穂ヶ関部屋のお父さんだったじゃない、ほら、はい、はいはいはい、そう、そんで、うん、で、ああ言ったら、私のことだし、うん、ほら、北の海さんの のおかみさんの地元なのね、私ね、はっきり言って、もう住所さらされてるから、もう言っちゃうけどね、川崎のね、うんうん、なんですよ。だからもう絶対に、この子に決めろっていう言うに決まってじゃないですか、まあ、そりゃそうだよね。親父は、ね、うん、で、うん、そりゃね、で、私も、だから、いや、嬉しいっつって言ったんだけど、ただ5人いてねって言ったら、出たよっつって。うん、でも私その時やっぱり性格優しくてから、うん、なんでかっちゃん誰なのよ誰なのってやっぱ甘え上手だったから、だからやっぱり年取るとこんなきつくなるし、うん、もうふざけんね、今だったら、うん、ああ白天よお前ふざけんじゃないもんねやろとか言って。でもあれじゃん、愛子ちゃん 純粋な部分あるからさ、うん、本当に好きな人になったら奥手そうな感じがある、うんうん、だからそういう部分で私最近、うん、和藤さんと北日、うん、今すごく悩んじゃった。いやいや、俺は愛子ちゃんのことわかるよ。でも私は結婚したいの、もう子供もギリギリ全然応援するよ、全然。愛子ちゃんが決めた人と、うん、俺は愛子ちゃんが幸せになれば何でもいいと思ってるから、うん、ありがとう。でも私は配信者としてやっていくから全然絡むよ、うん、そりゃ、うんうん、でもパコれないけど、だからパコりたいとかそんなにないし、うんうん、でもただ私は北日に言う、うん、あの結婚する前にあの一回あのワントロとパコらせてって言ってたら、いいよ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 って多分あいつが言ってくれるから、うん、そういうそういう寛大な人だから、そうでもすっごい好きになって早く会いたくなって、うん、本当はあいついいタイミングで本当配信の通知が来て、うん、本当にもうまただから、もうリスナーまた愛子様かよって言うけど、でもちょっと嬉しくて、うん、今またもうちょっと北日聞いてまた警察やってな、愛子さんなんやんってのまた今日どうしたの、また警察もちょっと愛子さん大事にしてよからなよって、もうああって言われたらもう惚れちゃうよ、うん、優しいじゃんあいつ、わかるでしょ、わかる、恋心だし難しいよね、そこは。そう、難しい、うん、でこの間の宮城君との配信か見てないごめん。だから私も配信者だったら全くも自分の配信の精一杯で人のことか見てないんだけど、電車バトで飛んでくると、だから私も今ちょっと光がなんか愛子のこと言ってるよって、うん、何何ちょっと電車バトでちょっと何言ってるかちょっと探ってよっつって、今楽しんで、今だからそれがすごい楽しくて、今ここだけの配信がめっちゃ何、えここだけの話なんだけど、俺プライベートで、うんうん、プライベートでさ、えちょっと待って和田さん、今これ配信流していいんだよ、大丈夫大丈夫、うん、あのここだけの話なんだけど、俺プライベートでドレさんが愛子さんのこと好きって言ってたけど、うん、ドレさんはどうなの。ああれでも漫才じゃない、いや漫才でもないじゃなくて、マジで愛子とちょっと、うん、あの、うん、どうあそうらしい、なんか興味がなかったらしい、うん、あ興味がなかった、いや興味がないふりしてんだよ、興味がないふりしてんだよ、あれ好きな人に言えないの、うん、分かってる。だからみんな、海老蔵さんも、私も大好きなの、便所も、うん、私もね、うん。え、ドルさんガチだって言ってたよ。
ドレさんガチで、セノさんも出す。ドレさんはマジで付き合いたいって言ってたよ、配信とか抜きにって。だからくっつけてくれって言われたよ。マジで、うん、どうなの、ぶっちゃけ、あの気がないんだったらうまく言っとくから、やだやだ、私一番ドレさんがやっぱり、うん、でも俺ほら愛子さん人気あるしモテるからって言ってるから、正直無理だよとは言っといたけど、難しいよって。でしょう、私も分かってんだからさ、ヒカルも私も好きだからさ、うん、あんな風にだってさ、ヒカルってなってさ、え、でもあれだよ、ドレさんは年齢的にあれ本気だったよ、最後の人みたいなトーンだったよ。俺も死ぬ前に愛子さんと結ばれたいみたいなこと言ってたよ。そう、私やっぱりドレさんが好きだよ。やっぱ無理か、北の、大丈夫愛子さん、ごめんね、なんか結婚前に。いいよ、なんちょっと好きだったの。どうしよう、でも北見に相談する。え、だ、ごめん、なんか変なこと言っちゃった俺。どうでしょう、私わかんの、どうですか、まだとそうやって反抗してなんだって、肩組んで、おいよ写真肩組んでくれて、この間も肩組んでくれて、わざと変顔して、だから私それを気づいてたでしょ。うん、分かってるよ、分かってんの、分かってたよね。ごめん、なんか俺もなんかごめんごめん、こんな結婚の大事な時ごめん、本当にごめんごめんね、なんか辛い思いさせ。ドレさんのこと大好きだったから、みんなドレさんのこと挨拶に行けよって言って、うわ、でも素直に今行けないっていうの。ごめん、なんか結婚前の大事な時期、でも俺最後これだけは言わないとと思って。ありがとう。どうしよう。でも私ドレさんにはちゃんと働いてもらいたいかな、だから。そうだよね。で、あんだから出してるから、ね、うん、警備でも何でもやれば、うん、だから私ちょっとそんなことも言ったら、お前生気なんだよって、生気、いやっていうか生気なんだよじゃなくて、それを言ってほしくって言って、だから私もね、だから時間の空いた時にね、あの2人で配信別々でやればいいじゃない、別々の部屋でっていうこととかも、うん、だからもし一緒になったらそうやってしよう。でもやっぱりね、自分の、まあ、年も年だし、老後のこともあるし、働かないと、ぶっちゃけごめんなさい、私あの痰がすごいから今ね、うん、大丈夫大丈夫、あ、蓄膿症でね、うん、うん、いやー、なんとね、もう、いやー、でも、あー、え、でも、どうなの、正直、ドレさんはどうなの、どうなのって、いや、男と、好きだよ、大好きだよ、じゃあ、両思いですれ違ってただけだったんだ、うん、だって、だから、私もバカじゃないし、恋愛そんなにしてきたし、私だって恋愛そんなに。でもさ、ほら、変な言い方だけど、ディスじゃなくてね、冷静に聞いて、お互いさ、いろんな恋を経験してきてさ、あの愛子さんもいろんな恋を知った、ドレさんもバツイチじゃない、で傷ついて、だから恋に対して臆病になってる部分ってあるじゃない、その子供だとさ、ある子供だといけるじゃん、ちょっと軽いノリで、ね、の酔っ払ってセックスしようよみたいに言いやすいけど、ドレさんと愛子さんって結構もうお互い愛とか恋とかで傷つくっていうのを知ってるから言いづらいんだよ、多分ドレさんも。だから逆に言ったら小学生の恋みたいになっちゃうというか、そうちょっとお前近寄んなよみたいなことやりながらも、やっぱり意識してやってるっていうか、だからそれを確信したのがこの間のお告白だったよね。いや、だからあれ、ドレさんが急に来たのは愛子さんと、やっぱりあそこに行ったら愛子さんに会えるんじゃないみたいなこと言ってくるから、いや、まあうまくセッティングしますよみたいな。だからチラチラカウンターに座ってたけどさ、愛子ちゃんがさ、なんかカウンターどこ、ほら最初俺とドレさんがいるときにさ、こう愛子さんにみたいな、絡みたいみたいな目線があったじゃん。まあ気づいてると思うけど、愛子ちゃんバカじゃないから。分かったよ、そっか、ごめん、なんかどうしよう、やっぱ私ドレさん一番好きだから、うん、ドレさんにする、うん、北見に
でも北海道でね、自然に、だからほら、私も配信者としてやっていくからね、うん、でもほら、本当の仕事は絶対今もう言わないから、だから未だに、うん、何の仕事するんですかとか言って、未だに来てくるから、うん、てめえ、この野郎、うん、何度も言わせんじゃねえよ、って、うん、もう、名前も住所も、携帯番号もさらされてんだから、また私が仕事言ったら、私の仕事をみんな首にするの分かってるのが言えねえんだよ、って、うん、もういつも言ってるんですけど、うん、だから、どれさんにも、だから、うん自分の、だから私はさっき言ったけど、うん、あんな方してんだから警備やってほしいしね、うん、警備じゃなくても、それかほら精神カウンセラー、だからとにかく自分のあった仕事でちゃんと稼いで、で、時間の空いてる時に配信すればいいじゃないって、だからお互いに私も配信だし、で、はっきり言ってフラッチで稼いでお金をまあ貯金しよう、だから私はっきり言って貯金してるのね、フラッチのお金は。あ、そうなんだ。私、そう、ぶっちゃけこんだけの話だけど、だからもういいんだけど、だから相撲のお金は、うん自分で働いてるだとか、あと貯金だとかもあるし、うち本当に、うん、あのマンション、あのアパート暮らししてるから、うん、あの家賃収入だから、うん、であの父も母も農家の、うん、農家の娘だから金持ってる、金持ちだし、でこの辺だとはっきり言っても有名だ、うん、もうこの辺には本当にもう、うん、もうあのもううち行ったら、ああ、もう地主のお金持ちの娘さんね、うん、あもう知ってますよ、お母さん、優しくていい人でも、いくちゃんはもう、本当美人で、こうもう私の娘、有名よって言って、愛子さん。愛子さんさ、捨て頃って見てた、うんうん、バリバリなんで？いや、実はさ、ドレさんの試合見た、ちゃんと。ああ、見てないでしょ。あの時は。もう一回さ、見てもらいたいの。ちょっと待って。最後まで見ると、ドレさんね、最後叫んでるの。リングでロープに乗っかって。あれ、アイコーって叫んでたんだよ。会場にいた人みんな気づいてたけど。あれ、マイク拾ってないけど、アイコーって叫んでたんだよ。何私なんでだから、興奮してたんだよ。うん、いや、違う、動画撮って、動画を。いや、動画残ってるから、最後、ドレさん勝った後にロープの上に乗っかって、アイコーってすごい言ってるから、口元見てみ、うん、アイコーって叫んでるから。嘘、うん、本当に、うん、私、ドレさんってすごい言ってたんだよ、はい。うん動画回しながら動画撮ってたら、うん、嘘マジで、ね、嘘じゃあ私ドレさんにする、うん、見てみな、見たらわかるから、うん、叫んでるからマイク拾えてないからあれだけど、口元見たらアイコーって言ってるからえじゃあそれは、うん、どこで見えるの？ YouTube でドレさんドレ捨て頃で検索したら試合が見れるから、うんうん、そうだよね、まあ、うんまあ私も3倍に光るアイコでスーパーって出てくるし、でも私は自分は見ない、うんうん、でも1個だけは見た、うん、最初の光に、うん、あアイコが無理やりキスをしてるやつを、あ何思い出したの、うん、思い出す、お光くんのキスを思い出すの、うん、あのほっぺたに無理やりチューして帰ったところを、うん、YouTube にアップされたから、うんうん、また来たよしつこく便所が、うん、だからいいねもうそうそう、うん、だからそれで、うんうんうん、そうだな、そうだっていつも私が、うん、だからその名古屋の名古屋場所終わって夜とかね、うん、あー疲れた、相撲楽しかった、 さてとどれから見ていくかなと思った時に、うん、どこ開いても私の話が出てるから、うわ私ってやっぱ大手になったなと思って、まあまあ大手になったよね、おっていうか最初から大手だったよね、うん、そうでしょ、なのにさ、うん、クソ TJ さ、椎名優輝ってたまたま開いたら、うん、そういえば愛子が大手配信者のに気取りやがってとか言ってたまたま聞いてたから、今日ドトールで思わず大きな声で、うん、TJ どうせ見てんだろおい TJ とか言った時、隣の人がああとかやってたけど、うん、だからちょっとあやばいやばいって周りがもうさ、あいこちゃん、うん、ちょっとトーンを散らめて、そうだね、そうだね、うん、TJ、ネズミ男、見てんだろ、シーナユキ、あーっつって、うん、お前に背中に当てられたサッカーボールの2発がマジで痛かったから、今度会った時に、ね、仕返ししてやるから、うん、なのに、分かったかよ、ネズミ男、つって、うん、いや、どうせ見てんだろ、つった時に、みんな、あいこさん、超楽しい、あの、TJ さんとの再会も絶対配信してくださいねとか言って、うん、だって分かってるよ。だから、おめえがキャス番にならないのは、私が運営に訴えなかったからだよ、感謝しろ、この野郎、つって言って、うんうん、今日言ってみんな大爆笑みたいな感じで。
あ、そうだったんだ。じゃあ、最後にっていうか質問があるんだけど、今ぶっちゃけ愛子さんが一番好きな人は誰なの？結論。どうですか？どうですか？どれの深夜食堂？ 2 番目が北火で、3番目が光くん？違う、ワード3番目が俺なんだ。光。あいつなんかいいな、な。てまちん、沖縄来て、なんで、バカじゃなかったの。サックス、バカなやつ好きだった。でもあいつ優しいでかっこいいしさ、あいこ大丈夫かって、ほら、たまちゃんのさ、バカピシチャンスからたまのことあんなふうに、ね、殴ってくれて、なんか大丈夫かってコメントで、私は光、早く会いたいよ、東京で。東京着いたらもう新宿嫌だから渋谷で飲もうねって言ったら、おお、いいぞーっつって、だからそういう関係も光とはもああ、う恋愛そっ機か会じゃない。もう冷めちゃったんだ。もう跳ねたよ、もう跳ねたよ。だって、あいつだって、私困るよ、3人も子供の養育費なんか。どうなんじゃないよ、そうだよね。もし結婚したら。じゃあ俺ドルさんとの恋応援するよ。俺愛子ちゃんが幸せになったらなんね、俺は幸せだから。ドルさんとだから結こばれれて。は、だからこれは明日ちゃんと来た日にはっきりする。ごめん、やっぱドルさんが私もとその最後の時に、あいこって言ってくれたのがあって、っつって、って言ったら、来た日はそっか、残念だったなって多分言って、もう配信者同士これから、でも北海道は行くから案内よろしくねって言って、相撲もね、やっぱり見たいって言うから、じゃあ私と行って、愛して、それでほら、私ほら、いっぱい相撲の友達、さ、LINE でつながってるけど、とにかくさ、御嶽海見たのはね、今、あの子は何度も配信で言ってるけど、学生時代からずっと言うから、今までずーっと毎場所番付表でしょ、あと年末のカレンダーでしょ、あとお正月の、年末のカレンダーとか、あれだよ。でも、あ、別にそ愛子さんさ、愛子さんさ、ドレさんすげえさ、ほら、不器用な男だから、俺そんなことねえよ、みたいなこと突っ張ってくるよ。なんか、好きなくせに。あれ、わかでる？もそこは、うまくでもそさ、こはね、だから、ね、だから、ワドさんのことは言うこと聞くから、キューピッドになって、ほら、一緒におっもちぱろいん、行もくちでしろん。ょ。認めないから、あの人。だから、本当に本気だから、要は、俺は若い女好きなんだよって言いつつ、わかるでしわょ？かってる、そういうこと言いわかそうる、じゃん。で、もうメンツ大事にする年齢じゃん、世代的に。だから、俺は若い女と付き合うとか言いたいのよ。放送上でわかも。ってる、だから、おっさんだし、私だと若い子と付き合いたいわけででしすよ。ょ？でしょ？だけどそさ、う、だから素気に、直になれないの、ドレさんは。そう、また、だけど、それ私は気もづいてそあげて。う、わかってるよ。本当の気持ちは目を見たらわかるはずだから気づいてほしいの。だって、私がネットで試合終わった時に、ね、ドレさんって言ったら、えっつって、私のこと分かんないから、え、私のこと分かんないなと思ったから、えっつって、で、ちょっと、えっつって、しばらく、えっつって、ドレさんが言った時に、え、アイコです。え、アイコってでしょ、だから、あの時、えっとか言っあて、れはなもうん嬉だしくよ。てしょうがなかったんだよ。嬉しくてそうでししょうがなょ。かった喜びでしょ？え、アイコって。こんな綺麗なの？って意味じゃん。実際イメージと違うわ、みたいな。え、やべえで、と。だから、だからブロック解除してくださいよ、つったら、ああ、だから、あれはネタだよ、つって、いや、でもネタでも私、ドネさんの配信を見ながら寝るのが心地よくて、精神安定剤なんですよ、つったら、そうか、そうか、分かった、じゃ解除するよ、つって言って、で、内心は心で、心の中でニヤニヤしてたんですよね、きっとね。なるほど。そうだよ、そうね。だよ。あれもう一周回って小分かっ学て生る。みたいなもんだからさ。分かって、それだけ、傷つかないで。真に受けないでさ、本当の気持だち。から、だから、ちょっと時間かかっていいの、ゆっくりゆっくゆっりくりゆっね。くだり。から、そう。だから、今日のこの会話を、ね、和藤さんね、まあ、ドレさん配信してないでしょ、今。知らないけど、やってんの？わかん私、ない。これ、バンになっ俺てるもから。わかんない、全然。だからね、皆さん、ちょっとラジコンになって聞いてみてもらえませんか？この内容聞いてるかやってどうるみたいだよ。やってるみたい。か。あ、やってるやってる。でも絶対、この話は絶対鳩が飛んでるわけだから、絶対に。私あ、いのことはやいやいや、みんうな。ちのリスナーそういうバカなことやんないから。あ、そう？本う当？まくやっ初てく見れでる。も？いや、初見、初見はわかんない潜っけて、ど。ほら、でもさ、いるじゃん、やっぱ潜ってさ、いやそういうやや、つ今ね、聞いコメントたら。でね、ドレさんと愛子さんお似合いとか、やっぱ応援するわ本と当？か、ワードキューピッドになれよってみんな言ってる。本当？じゃあ、私、明日来たびに言う。ごめんね、やっぱり。ドレね、さんと結ばれる。でも、北海道は、だから、これから配信者として、あれして、でも、
そのトリさんと付き合うにはちょっと時間かかるから一回パコってもいいよ、うん、パコれをねって言おうかなと思って。あ、だからドレさんには内緒だよ。ドレさんプライド高いから来たびとお前パコったんだろうっていうのを傷つく可能性があるよ。だからそれは裏でやろう。裏でね。やめよ、やめ、俺も黙っとくから。え、いい、いいの、いいの、いいの、別に男と女だから。いいいい、だから どれも子供っぽいところあるから、うん、あいつ、あいつも、うん、じゃあそれになったら、あいつも子供っぽいところあって、そう、なんか、あとはワンちゃん、うん、ワン太郎、ワン太郎とか、まあ、だからそれは裏でもちゃちゃっとさ、そう、どれは、そう、いいの、そういうのは大人だから、うん、どれがガキなんだよ。そう、ガキ、クソガキ、そう、分かってんのも、分かってんの、うん、でもそこが可愛いよね。うん、そこ可愛い。そこ可愛いんだよね。うん。そこが分かる分かる。もう分かるの。なんか一緒になりたいのが、うん、可愛い。あの太いたくましい腕で、うん、あの腕まくらされたいなずーっと思ってて、うんうん、私この人と、うん、もう本当にもうお相撲さんとかいろいろ好きやってたけど、うん、やっぱりあってよ。今でもあのほら、うん、結婚発表の時にあのこう指輪をこう、うん、こう重ねてこうっていうのがずっと憧れになったけど、うん、もう相撲関係はだからそういう面で、うん、もうやっぱやめた方がいいってみんなから言われて、うん、一般の人あんたいないのいくちゃんって言ってその相撲仲間 の相談して皆さんに言ったら実は今日だから北海道で、うん、あの結婚するから、うん、北海道行っちゃうの寂しいとか、いやいやいや相撲の時は来ますよ、だから東京場所の時ねお相撲見たいって言ってるから、うん、その旦那になる人連れてきますからって、うん、でもよかったね郁夫さんだから本当にねいい子だしね、うん、お相撲さん大好きだし、みんなお相撲さんね言ってるよ、郁夫さん綺麗だしね、うん、応援してくれるしね、うん、もう本当にね、もう猫飯とかも猫でそうなるし、楽しいしってみんな言ってるんだよ、つって、うん、そうでしょうね、うん、それは分かってるの。でも、あのお相撲さんはもう本当子供みたい、私子供産んでないから、うん、でもやっぱり子供、やっぱりドレさんの子供は、やっぱり、まあ、ドレさんの子供ってか、やっぱり好きな人の子供欲しいじゃないですか。で、やっぱり、うんうん、この世の中って、あのほら今、高齢出産で、今、政治家の人だって50歳の人もいるじゃないですか。うんうん、いる、ね、うん、頑張れる、大丈夫、うん、そうそう、うん、でやっぱりで、うち3人子供がいて、孫がいないんですよ、だからかわいそうなんですよ、80、2人とも、ね、80だって子供が3人もいてね、うん、ねあの孫がいないの、私だけよって、もう母にボソって言われちゃって、私、寂しかったんですよ、愛子ちゃん、孫がいない。愛子ちゃんはさ、どれさんと子供、男の子と女の子、どっちが欲しいの？両方できれば1人ずつ欲しいけど、でももう無理じゃん、だから私は女の子、うん、女の子1人ね、うん、ドルさんも多分年だから可愛がるよ、すごい自分の子供、うんうん、ねでしょう、うん、でねで、うん、なんで女の子っていうのは、うん、自分があのやっぱ妹だったし、うん、あのお風呂の、うん洋服が多かったわけでしょ、だから今可愛いじゃん、ピンクのフリフリのやつとか、私が着たいよっていうぐらい、私ああいうの大好きなの、ピンク好きじゃない、持ってほら持ち物ピンクじゃん、財布とか卵ケースとかもピンクだし、うん、キラキラ好きでしょ、だからああいうの着せたいかな、絶対女の子はいい、うん、でもぶっちゃけ心の中で男の子になってる、ジャニーズに可愛かったジャニーズだし、うん、でも多分体調が相撲だから、うん、多分相撲取りだなって思っちゃうけど、うん、だからぶっちゃけどっちでもあのどっちでもいいかな、一、うん、人とかできれば二人欲しいんだけど、名前は何、愛子ちゃん決めんの、ドルさん決めんの、うん、いやそれはあのそんな酒飲むのはね、何言ってるの、やだって、女の子さ、いやいや名前は何、どっちで決めて欲しいとかあるの、愛子ちゃんは、っていうか、ドレさんの本名も何も知らないからさ、うん、だって何も知らないし、てるゆきだよ、うん、え、ひでゆき、うん、てるゆき、あ、てるゆき、そう、てるって呼ばれてんの、うん、同級生に笑っちゃいけないけど、イメージがてるゆきなんて全然違うね、そう、磯谷てるゆきだよ、磯谷てるゆき、じゃあ私もこんばんは、うん、こんばんはテルさんって書こうかな、テル、うん、って、あ、ダメだよ、そんな特定されたらほら怒るから、また俺の本名ってみんなにテルって呼ばれてるよ、うん、やだ、私もテルさんこんばんは、うん、ダメだよ、そしたらまたブロック入れられちゃうから、間違えたドリさんだって、うん、そうそう、ダメダメダメ、そういうこと書いたらほらまたプライドがあって、うん、なんだよ、あいつすぐ、あいつすぐブロックするから、そう、まったく、そしたらまたややこしくなるから、本当、あ、私は書き込み見たいくせに、あのクソ、うん、53にもなってクソガキだなって私も思ってたし、うん、やることなすこと、本当53のくせに、本当ガキで、もう私こと大好きでしょうがないの分かってんの、素直になるよこの野郎と思って、うん、だからドレさんあれだよ、調子乗ってカラオケ行くとグレイ歌うからね、
However 歌うんだよ。そうだよ。However？ そうなの？そう。うん、だって However 歌私うのの配は、信も、そう、テルでいじられてたから。バブルのだって頃店やってる。私の配信もしょっちゅう見てるからびっくりしちゃった。そうそうそうん、だってアイコが人気なのはすっぴんになったりするし、平気で手をこきまくってるしとか うわ、私のずっと見てくれてたんだ。いや、やっぱ私も好きなんだなと思って、そのおかげで確認したしわと思って だから、ほら、ののかちゃんも新宿でキャバのナンバーワンっていうのが分かったと思って、だから、ヒイラギリリカちゃんは、彼女は彼女の、良さがあって、彼女と私、LINE つながってんの、リリカちゃんは。で、なんだっけよ、和田さん、富士急いつにする？富士急いつでもいいよ、俺。だから、でもなんか、車アイコちゃん、また会うたびに綺麗になるからな。なんか、俺も本気になったら嫌だからな。なんでいいよ、だって、かわいいんだもん。ありがとう、でもさ、ノン、ノンはありがとうすだな、あれだな。え、元カノ？かわいい、いや、かわいいかもしれないけど、私に、ね、アイコし呼んねなんて、あんな、彼氏のところで書くかよ、普通は。バカかよ、お前、45にもなってって思って。47だよ、ノンちゃんは。のんちゃん、愛子さん、ためだよ。ためか。でも、あいつ、でも、可愛いところが、ボクシングの、格闘技の時に、ほら、パーカーかぶって一緒になってやってくるとか、あの姿が可愛いなと思って。そっかそっか。本当は多分、可愛い。だから、化粧しなくても多分、可愛いでしょ。あの子、ちっちゃくて、顔ちっちゃくて。まあ、クリクリしてて、なんか、子供っぽくてね、なんか。多分、そうでしょうね。私、そういうのもわかるから、やっぱり、一緒ぐらいか。違う、ためだ。だから、焼き餅で。そう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 。この話し方特徴あるから、そう。もう私がそこから、ちょうどあの時ほら、ほら目の前にいたじゃない、だから光るとか、そういう話で、あ、何、あやこそばにって、だからなんか焼き餅焼いて、今から行くとか言って、バカじゃないかよ、お前。47にもなって、焼き餅焼くなよ、わざわざそんな人じゃないと分かってんだろ、お前。俺が愛子ちゃんのこと放送で可愛い可愛いって言ってたから、要は焼き餅焼いて、そうそうそういうことだ。だったらお前化粧しろよって。でも絶対可愛いなって思ったの。まあまあ美人だよ。名前も、だから名前もその可愛いと思うし、名前からしてもやっぱり可愛いし、でだからとにかく私はその和田さんのそののんちゃんがグレーのパーカーを深くかぶって一緒になってやってる姿見て、あのんちゃんやっぱりイメージ通りの人だと思って、ただ、あやこ呼んねってのはどうしても許せなくて。わかるわかる。わかるでしょ、もう。そうそう。でも、それはさ、のんちゃんの愛情だからさ、許してあげて。元カノだけどさ。ありがとう。だから、ありがとう。だから、スワドさんもこれからも配信者、どうし。だから、富士急の話はやっぱりね、行くんだけど、弟の借りるとまためんどくさいから、もうレンタカー借りよう。レンタカーってうちら金に困ってるわけじゃないから、こっちで稼いでんだから。そうだね。いや、まあ、いつでもいいよ、俺は。コラボの日程があれだったら。で、ちょっと、便所頼みも、お前、花火の数低いんじゃねえよっていう、花火どうですか？いや、わかんない、どうだろうね。そう、自分じゃ見れないのよ。でも、ボンボン、こう、画面は上がってる？上がってるでしょ？いや、俺、便所さん見てないからわかんないよ、今。あ、そうなんだ。じゃあ、皆さん、弁当さんそんなに上がってないよ。花火9発だよ今。なんだ1時間やって9発だよ。まあ違う、すげえ上がってるとも言わないけど、おいお前、花火のこと気にする、気にする決まってない。もう配信者なんでバカ、配信者なんでバカやろうって。どうって、あいつもあいつでも、もう子供弁当太郎も向きだって、バカやろこんなやろ、どんなことないやつだったらこれでええ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 って言って、また太郎もかわいいでしょ。もう38にもなっても可愛いけど、タロちゃんはもうやだ、あんな兄弟、あの姉妹になりたくない。だから私よく聞かれる、タロちゃんどうなの、便所は、便所と付き合えるのとか言ってしまってるから、タロはあれはちょっと兄弟がなくて、捨て頃の後の焼肉の配信見た？え？ YouTube の。あ、見てない見てない。あれ見て、あれは、私最高台本じゃないから、あれはもう、本当に？本当に。だから、私は全部素だから、あれは。だから、台本、でもあれは台本じゃない、本当に。だから、要は、私は光に焼き餅
焼きもちうるさくて、金ちゃんにね、あって、金ちゃんとか言って、たら、はーいってタバコをあげたのね、そのコンビニの袋に。したら、あー、あいこさん、じゃあ、あいこちゃん。だから、はじめ金ちゃんは、私のこと年下かと思ったの。だからずっとちゃん付けで。そうだよ、そうだよ。あいこちゃん、ちゃんちゃん、ちゃん。だって、あいこちゃん若いもん。俺もあいこちゃんって言ってるじゃん、ずっと。いいよ、今ちゃんでいいよ、和田さんはいいよ、でちゃんって言うから、あ絶対年下だと思って、たまが、キンちゃん、はーいとか言ってよ、で、和田かわいく光るんじゃないで、キンちゃん、はーいって言ってあげたら、おー、はい、こっちは、今ちょうどタバコなかったんだよね、ありがとうって時にもう光がムスッとして、たまにどこの野郎と思って、ね、タムって言うんじゃない、タム。あんまり、まあ、まあ、下のことですんのやめよう。ちゅうか、タバコなんだっけとか言って、すごいなコンビニ聞くから、はぁつって、ヒカルのステッカー20枚買った、誰のものの30枚買ったとか言って、私に自慢しといて、ヒカルのタバコも、タバコもわかんないのって言っちゃったもん、コンビニで思わず、あいつ、自慢してくる。だから何なんだよつって。それで、アイコのチケットは本当は俺のチケットだったんだよって言うから、はぁ、はぁ、そう。とか言って、お前ふざけんじゃねえもんねって、心の中で。だから何が言いたいの、俺に感謝しろって言いたいのかなって思うんじゃないですか。でも絶対感謝してほしいからさって言うわけじゃないですか。で、それも初対面なのに、初対面で会った時も、あいか、この野郎と思って、はっきり言ってたからし、もぶっちゃけ最初関わりたくないと思ったから、タムさん、今だから言うけどね、タムさんと関わりたくないと思ったんだよ、つって。どうしてどうしてとか言って、すっごいビビっちゃって、思ったんだよ、どうしてどうしてって言ったから、偉そうにね、あいこ、してないかとか言って、私はもう、最初の態度で、もう最初、タムさんがリアトスに、あの新宿の、あのダブルで、フィリス・アナナちゃんが来た時とか、あのほら、大阪の、ベティちゃんじゃなくて、エディちゃんじゃなくて、あの、かわいいショートがあってみたいな、あの、ベリー、来た時とか、だからまあ、もう元はさ、ヤミがほら、自分の、始めることで、いやもうヤミが来るんだったら、光の新宿に行ったら、ぶっちゃけヤミの便乗で、ステッカー買ってもらおうっていう魂胆で行ったじゃないですか。でもそれが家によくて、奈々ちゃんも、もうそんなにね、私もいるんだったら会いたいって言って、ノブ君とお母さんと、ママとママの旦那さんも来たんだし、すごいベリーちゃんも来たし、さあ、あの日は最高楽しかったねって、私もほら、ね、リスナーだったから、もうみんなで本当よかったよね、愛子ちゃんね、本当に、みんな愛子ちゃん美人だよって、あいつ嬉しいとか、すっごい見に来て、分かる分かる。あと配信上では、私のことをディスってたクソガキも、愛子ちゃん、で私この女、私のことディスってたんだからって言って、言ったらなんかごめんなさいな、で、マイコさん、本当美人でした、ありがとう、今すごい仲いいね。マイコさん、生で見るとね、やっぱ綺麗だから、芸能人みたいなオーラあるし、なんかね、タカラジェンヌみたいなね、いや、本当でしょ、だから、まあ、ぶっちゃけそうでしょ、だから私はこういう性格だから、でも綺麗な人ってみんなこういう性格だから、じゃないとおかみさんが聞けないし、おかみさんやってたの？ああ、おかみさんね、あの、相撲のね。そう、だから、かっちゃんの、ね、二十歳は、まあ、でもどうしようと思った時に、おかみさんにね、でもね、私も、やっぱりね、ね、まだ23でしょって、そうだね、来ちゃうんだけど、その時にね、二十歳の前に。でもね、おかみさん、テレビに出ちゃったら、やっぱり私もね、プレッシャーでね、嫌だって言ったの。じゃあ、それはかっちゃんに言って、あっちみたいにね、私が、親方、ね、親方みたいに、テレビに出ないようにすればいいじゃないですか。いろいろ相談して、可愛がって言ってたんですよ。で、時に、私、去年、この間ね、ツイッターにもアップしたんだけど、ちゃんと松山行ったの。ね。そういう最初の話で、お相撲仲間とね、やっと行けたと思って。で、周りは、私がとにかく、街中に偶然会えたのね、北野さんのレジオの時に、帰り道に。とか、私が、遅れちゃった、こんな学んでるのやなと思った時に、もう前からまさかの松山さんうわーと思って、私も興奮してバクバク心臓になってなかなかこんなチャンスないのにうわーって思ったから、親方って言って二人と親方もびっくりして、うわーって言って私9歳から大ファンだったんですとか言って、そうか、ありがとうって言って、でもでもう親方はこれからもよろしくって言って握手をして帰るつもりだったらしいんですよ、時間がなかったらしくて、でも親方はちょっとくださいって言って、で、
何って、この間の、京橋の往復はがきで当たるラジオあったじゃないですか。私、あれ15万円を出したんですよって、マジで全部外れたんですよつって、いや、それクリーン悪かったね、あなた、残念、もう行きたくて、でもぶっちゃけ、あの日は名古屋 の結局場所で、で行けなかったから、もしね、本当に当たっても、やっぱ名古屋場所の方をね、名古屋場所じゃないな、その場所中の本場所の方行ってたと思うし、でも、こんなチャンスな、すみませんに会えるんじゃないから、どうしようかなと思って。いや、思ってたけどって言ったら、それはまあ、それはそうだな、いや、本当に君はお相撲出すのにありがとうねって言って、これからもよろしくね、よろしくねって言って、だから、親方、だからね、ディナーショーとかもね、コンサートとかも行きたいんだけど、もうはっきり言ってね、8000円払ってね、他のババアのね、曲とか聴きたくないんですよって、君面白いねって。でそこで、もう周りの人も笑ってるんですよ、警備の人たちも。面白いです。だから、自分でやってくださいよって言って、どうせ8000円払うんだったら、もう2時間聞きたいですよ。みんなそう思ってるんですよ。それよく言われるんだよって言って、そうでしょ、親方。だから私、もうそれ行きたいけど、そんなね、で、しかもそういう会場って、田舎の地方のが多いじゃん、栃木とか、なんか、田舎の会館、ね、ああ、臭い。今今臭いないんですけど、笑ってるでしょ、今臭いないんですけど、臭いないんですけど、あそこが臭いです。あそこが臭い、なんで？私ね、やっぱ病気で。病気なの？裾が？おまんこが臭いんです。裾がなの？愛子ちゃん。でもドレさん匂いフェチだからすごい喜ぶよ。いや、本当に言ってたもん。やっぱそういう匂いがついてる方が俺は興奮するみたいなこと前言ってたよ。マジで、マジで、私、そのことよりもここにね、筆下ろし何人も頼まれてしてるんだけど、ね、いつもやっぱり自分の可愛い子に腕に、なんか寂しかったから、もう癒すって毎日とかね、でも私臭いって言われたことないね、今まで。なんで自分でわかるの？今臭いの？裾がなの？すっごいもう、臭い。洗った方がいいよ。洗った方がいいよ。ちゃんと綺麗に毎日洗ってますよ。でもやっぱ時間がほら、もうほら、お風呂入ったのは朝だしね、やっぱり時間が経つと、だって、くそ暑いじゃないですか、もう時間真夏で、でもはっきり言って、名古屋の方がもっとくそ暑いですよ、はっきり言って。そういうことをくそ派って言うんですね、私そういう、その名前とか全然わかんないんですよ、むいてって言われても、はバナナの皮むくのって言って、そんな、本当にそんな人間なんです、私、むくって知ったのが去年なんですよ、いい年こいて、恥ずかしいですね、何をむくのって、チンコむいてる。チンコむくの知らなかったんだ。知らなかったの、はぁって言って、何やってんの、はって、何警察知らないのって言ったら、ごめん、知らない、なんて、こうで、これがむくなのねって言って。お父さん喜んでるって、太陽さんだから好きなんだよって、でも あんたもうあんた普通に行くがでもう誰なんでしょって、そうなんすよそうなんすよって言って、年も年だし。ちょっとさ、愛子ちゃんごめんね、長くなっちゃって俺のせいで、俺電話かけないといけない人いるからさ、ちょっとそろそろ切るわ。ありがとうございました、じゃあまたね、どうも失礼します。ありがとう。はい、覚えてるよ。おい、ああ、どうした？やだ、ちょっと待って、今ね、知り合い地元で、いや、ちょっと和田さんが電話切って。どんな切り方だよ。どんな切り方だよ。ほんとによ。なんだよ、それ。気になるじゃねえかよ。もしもし。すいません、絡まれてました。電話出れなかったっす。知ってます。スケット行こうと思ったんだけど。いや、もうひどかったです、本当に。いや、もうひどいよ。あれ、でもなんか、ドレさんと結婚するらしいですよ、愛子さん。え？俺のとこにはなんか、北の少年と結婚するっていう噂が来て。それは、1時間前の情報で、
僕、あの、ドレさんから裏で愛子さんとつくっつきたいっていう情報を流したら、北人は別れるって言ってました。え、ドレさんが、うん。愛子とくっつきたいって言ってんの？そうです。プライベートで。ドレさんが言ってんのね、愛子じゃなくてね。そうです。そしたらドレさん、実は好きだったのって泣き出して、やっぱり北人に申し訳ないけど、うん、私ドレさんと結婚して女の子の子供を産むって言ってました。はい。病気だよね、完全にね。いや、僕はベストカップルだと思ってるんで、よかったなぁと思ってますね。あれあれ、和藤さんはあの、はい、新しい彼女がまだできてないの？いや、できてないです。フリーです、僕は。最悪、結構熟女好きだしさ。はい。いいんじゃない？愛子さんですか？いや、僕3番手なんですよ。要は、ドレさん、北美、和藤なんですよ。だから僕はやっぱ先輩のドレさん立てたいなと思ってるんで、いや、そこは、はい、そこはやっぱり、はい、愛子を奪い合うっていうか、はい、愛子をかけて男と男の捨て頃、はい、いや、だから言ったんですよ、あの弁当さんも知ってるはずなんですけど、ドレさん最後捨て頃で勝った時叫んでたでしょって、あれ愛子って叫んでたんだよって教えてあげたら、愛子さん泣いてましたよ、嬉しいって。何気づかなかったのって言ったら、全然 YouTube 見なって、ただマイクの音声遠いから入ってないんだよねって言って、その頃愛子なんて無名だっただろ、だって、いやいやいや、前から気になってたっていう情報を僕はやっぱりそこはそこはね、はい、その年齢関係なく、はい、その一人の昔からあるじゃん、一人の女性をかけて男と男が競い合うっていうのね、はいはい、でもそこはやっぱ和道 VS どれで、はい、え、違うんですよ。弁当さん、違うんですよ。僕、あの、ぶっちゃけ、愛子さん全然いけるんですよ。でしょ？だから、全然いけるんですよ。例えば、北斗の剣だったらね、はい、そのユリアをかけて、ケンシロウとレイが戦ったように。シンですよ。レイが戦ったようですよ。シンだ、シンだ、はい。シンが戦ったようにね。はい。ちょっとやっぱ、ワドがこうドレさんに、はい、愛子は俺のものだと。ああ。やっぱりこう戦いを挑む、はい、そういうなんかさ、はい、ロマンが見たいね、俺は。ああ、いいっすね。昭和感ですよね。昭和中期、後期ですよね。あの、1億円プレイヤーになる和道より、はい、よっぽど魅力的。あ、でも僕もちょっと一人の女性を取り合いたいですね。屈強な男と。一人の女性を愛して、はい、やっぱりこう、はい、果敢にね、その強敵に挑んでいく主人公の物語を。確かに僕だって愛子さんのこと僕吉坂由里子の同じに見えます。なんか愛子見てるとハイボール飲みたくなるんですよね、なんか。ワドも病気だね。僕はガチのやつですからね。ワドもちょっと病気だな、それ。全然、愛子さんネタとかじゃなくて全然いい。まあその、一人の女性をね、やっぱ愛している、うん、愛しているんだけど、その女性はやっぱり、はい、その強敵のことが気になると、はい、敵は強ければ強いほど盛り上がりますからね。そう、やっぱりその愛するがゆえに、はい、自分の体を鍛え上げ、はい、その強敵に挑んでいく、はい、主人公の物語だよ。ちょっと待って俺分かってきた、分かってきた、便所さんうまいな、分かってきた。もう捨て頃のマッチメイク考えてるでしょ。もう捨て頃2の仕掛け始めてんの、うまいな商売。いや、捨て頃2に愛子は絡ませたくないから。ドレさんのマッチメイク難しいですからね、正直。捨て頃2に愛子は絡ませたくないから、それはあの草試合でお願いします。なんだ、捨て頃では出さないんだ、それ。捨て頃ではまだ別のね、わざわざ別の人とやってもらって、うん、はい。なんか、クモンリュウっていう若い子が、ドレさんに挑むらしいっすよ。そうだよ。23時知ってるよ。スパーリングするんでしょ？はい。で、クモンリュウってやつが捨て頃に出させてくれって言ってたから。そうなんですよ。じゃあ、それまでにね、あの、体鍛えて、はい、まあ、配信も毎日頑張ってね。はい。盛り上げてれば、またその時声かけてよって言ったの。うん、ああ、そうですよ。でも、ちょっと嫌なのが、ドレさんが僕のこと呼ぶんすよ。で、ドレの性格からすると、絶対カッコつけたいから、まず俺にやらせるんすよ。もう最低じゃないですか。やらないよって言ってんのに、大丈夫だから大丈夫だからって。雰囲気とかノリとかでとか言って、やらないっすよって言ってんのに、絶対。いやそこは、そう。そこは、ね、やっぱり同じ女を愛した男として。いや、あいつ性格悪いっすよ。格好つけたがりで。絶対僕ぶつけんすよ。で、俺がボロボロにやられた後。さっき俺言ったもん、ドレさんに電話して。うん。
日に日に胸元が開いてってないっつって。開いてますよ。もう気持ち悪い、本当に。あ、ちなみに、ワド、あの、1万人リアトツ町、どうだった、はい、今、今日で108人ですね。108人です。あと、旅はもうしないの？いや、それが、僕、実はもうなんか、配信サイトから、スカウトが来てたりとか、コラボとかが、スケジュール、すげえタイトになっちゃって、捨て頃行く。あれか、AV の監督か。AV の監督とは別に、配信サイト立ち上がるから、専属契約してくれとか、3つぐらい来てるんですよ。あれでしょ、経済特化型のやつでしょ、ほとんど。あ、会社名言えないですけど、弁護さんも来てますよね。はい。俺のとこも来てるよ。来てますよね。どれは来てないって言ってました。どれは何の話言ってた、ね、最近ね、その、はい、携帯特化型の配信サイトもパソコンで視聴することができるようになってきてるの、はい。はいはい。あ、そこと別のも来てます、僕。うん。例えばファンライブとかは、はいはいはい、パソコンで見れるじゃん。はいはい。例えば、ね、配信はほら、スマホ特化だけど。はい、うん。ドキドキに関してはまだパソコンで見れないんだよね。そうなんですよね。ドキドキそろそろ仕掛けてほしいですよね。あれ、ふわっちと運営一緒ですよね、確か。大元の会社。ファンライブが一緒かな。ファンライブだ。ああ。そうなんですよ。だから、おかげさまで、本当太郎さんのおかげで、もう本当にお仕事がいっぱい来てて。だから、旅もスポットスポットでしか回らないですね。便所さんと同じ方式で。うん、そう、その方がいいよな。ずっとやってるとね、はい、だらけできちゃう。そうっすね。はい。じゃあ、アイコの、うちのアイコのことよろしくお願いします。了解です。じゃあ、また、よろしくお願いします。はい。失礼します。うん、大変だね、どこもかしこもやっぱり。うん。どこもかしこも大変だわ。はい、みんな、ただいま。ごめんごめん。忙しくて。お疲れっす。出席確認します。手挙げてください。今見てる人、おはようございます。ごめん、長くなっちゃって。はじめまして、コメントありがとう。もしよかったらフォローしていってください。ワドです。よろしくお願いします。はい。あやいらっしゃい、おはよう。はや、おはよう。のんちゃん、おはよう。ごめんね、お待たせして。のんちゃん、おはよう。おはよう。ゆいがさん、おはようございます。がゆいさんか、がゆいさん。おはようございます。ごめんごめん。がゆいさんだったのか。おはよう。ぷっぷくていこうさんおはよう。さゆにえさんおはよう。みんなおはよう。ナイトさんおはよう。結構遅くまでみんな見ててくれたんだね、じゃあね。うん、ありがとね。いつも応援してくれて。嬉しいです。初見さん、クロちゃんいらっしゃい。あ、フォローありがとう。フォローありがとね。もし初見さんでよかったらフォローしてくださいね。Twitter、YouTube、Facebook、LINE、それぞれ SNS のアカウント持ってるので、YouTube をぜひ、登録していただけると嬉しいです。下のコメント欄クリックして、ぜひ YouTube、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、がゆいさんもしよかったら今後とも付き合っていただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。みんなありがとうね。いや、面白かった。やっぱキャラクター濃いね、愛子さんはね。すごい面白い。うん、すごい面白い。クロちゃんいらっしゃい、初見さん。もしよかったらフォローしてってね。コメントありがとう。おはよう。和道の流れの作り方。いや、だってさ、正直言うと、ツイキャスとかふわっちでデビューしたやつってノウハウねえじゃん。ここはニコ生で、やっぱ学ばせてもらったよね。先輩方がさ、だって俺さ、エミさんとかみどりさんとかさ、戦国時代じゃん。あんなさ、今で言うスーパースターたちに揉まれてきたんだよ。力也さんとか。それこそライバルも強かったしさ。やっぱそこはニコ生出身っていう強みがあると思うよ。うん、やっぱそのリスナーがさ目が肥えてるんですよ。リスナーさんがね、ニコ生流だよね。これはニコ生の流儀っていうか、そこはやっぱね、ニコ生やっててよかったなって本当思うよね、うん、何がプロレスだよ本当に。どっかがおい配信はプロレスなんだよとか言って分かってねえよな本当に、うん、プロレスラーがプロレスって言うかよバカ。
プロレスラーは本気だよって言うんだよ。だからお前は二流なんだよ。誰とは言わねえけど、誰とかどれとか言わねえけどさ、分かってねえな。配信はプロレスなんだよ。みんなで楽しむんだよ。観客も本気なのかどうか分かんねえのが面白いんだよって。バカ、プロレスラーはみんな俺らガチだよってやるんだよ。だから二流なの。種明かししないと人集めらんねえんだよ。雑魚いだろ。しょうもねえ、ほんとに。いやー、ニコ生黄金だよね、ピーマン。あれ、ピーマン、サムネは？アメリカから見てんの、ピーマン。しょうもないんだよ、ほんとに。もう毎日毎日震えて眠ってんだから、ほんとに。しょうもない配信者だよ。子供騙しだよ、子供騙し。飲み物切れちゃったな。サムネなしになったんだ。そっかそっか、ピーマン。いや、何時間放送やってんだ俺。あ、そろそろ3時間経過するんでアイテムタイムやります。もしよかったら風船1個からで構わないんでアイテム投げてください。え、2分間音楽かけます。アイテムタイムスタートです。よろしくお願いします。いや、アメリカどこだっつったっけな。いや、俺は一人で回ろうと思う。っていうか、あれだよ。お前、あれするっつったろ。約束守れよ。はい、今北産業。はい、クロちゃん、風船ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう、クロちゃん。はい、みんなよろしく、アイテム。じゃんじゃん投げてください。よろしくお願いします。ダメだ、2回目のアイテムタイム逃したな。よろしく。パフェありがとう、ナイトさん。パフェありがとう。ありがとうございます。花火来い。花火来い。ありがとう、ゆかね。おはよう。ワード2、バーガー15個ありがとう。ありがとう。花火15個ありがとう。サンキュー花火、ありがとうございます。じゃあ通常放送します。よいしょ。ちょっと飲み物買ってくるわ。ジュース買ってくる。おい、ナミニャン、花火ありがとう。ナミニャン、花火ありがとう。ジュース買ってくるね。
ただいま。おはよう、柴さん。ういただいま。戻ったよ。でも最近あれだよな、夢のないやつが多いよな。夢を持てないやつが多いと思う、本当に。ただいま。俺は若いやつにこう夢を叶えていく素晴らしさとか、夢に向かっていくかっこよさみたいなのを見せていきたいよね、うん、一人の大人としてかっこいい生き様を配信でこうガンガン出していきたいっつうか、うんうん、それがやっぱ大人の役割じゃん。大人の、俺はそう思ってるよ、本気で。大人になったんだったらガン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 かっこいいとこ見せてやるっていうか、かっこ悪い大人が多すぎるよね、うん、かっこいい生き様をしてる人が少なすぎるっつうか、うん、やりたいことやって稼ぐって大事なんだよ、うん、やりたいことやって。トイレ行ってこようかな。夢を持ち続ければ、違う、成功なんていらないんだ俺には。成長しかいらないんだよ。もしもーし、もしもーし、もしもーし、あれ、もしもーし、なんだろう、でもね、嬉しいよね。アメリカから見てくれてる人がいるっていうのは希望だよね。愚痴なんか言わせとけばいいんだよ。愚痴言ってるやつで成功してるやつなんか見たことねえよ俺。わかる？人の悪口を言ってるやつで何かを成し遂げた人間なんて見たことがない俺は、うん、自分を変えることで精一杯だから、自己成長だけ。他人と過去は変えられないんだ。自分と未来しか変えられないんですよ。わかる？俺は自分の未来と、もう極端な話、今しか見えないよ。極端な話、未来すらどうでもいいと思ってる。上も見る必要もない、下も見る必要ない。上見てもキリがない、下見てもキリがない。俺は前を向いてるね。うん。
上すげえやつなんか5万といるよ。でも自分しかできない道ってあるじゃん。上も下も見る必要ない。俺は自分の見定めたゴールしか見てないから、そこに向かって走ってるだけだよ。そう、だって今しか帰らんないんだもん、今しか帰らんないんだもん。逆に言ったら今は確実に変えることができるの。チョイスセオリーって言って選択理論っていうのがあるのね。ウィリアム・グラッサー博士が言ってるでしょ。おはよう。ウィリアム・グラッサー博士が言ってるの。チョイスセオリー、選択理論。自分の人生を選択する分岐点を変えることはできる。で、未来がはるか遠くに見定めたゴールさえ見えてれば、選択、遠回りはするかもしれないけど、その道に沿って歩いていくことができるって言ってんだよ。だから俺はゴールをしっかり見えてると思うよ。明確に見えてる。あとはそこに自分を信じて歩くだけでしょ。ゴールのない人間っていうのは選択が見えないんだよ。今何をすべきか、誰と付き合うべきか、わからない。俺はゴールが見えてるから、何をすべきかどうなのか全部見えてるから。うん、全部見えてる。見えないやつは俺が何言ってるか分かんないんだ。やり方とか関係ない。俺はやり方じゃなくてあり方。今どうここに存在してるか。やり方なんて言ってるやつはダサいやつで、あり方だよ。あ、そうなんだ。北千住の母に会ったんだ。愚痴とか言っても意味ないもん。そう思わない。愚痴なんか言う暇があったら自分のやるべきことをやってた方が全然いいよ。俺はだから人の悪口を生まれて一回も言ったことないよ。生まれたから人の悪口とかを言ったことがない。なんでか、他人に関心がないから。他人に一切関心がない。無関心っていうよりも、いつも言ってるんだけど、他人と過去は変えられないんだよ。で、他人に興味がある、誰々がどうとか誰々がどうっていうのは自分のやるべきことから逃げてる人間がやるの。周り見てごらん。自分の夢に向かってる人は今の自分がどうなのかっていうのを徹底的に考えてるんだよ。徹底的に。でしょ？自分がどこが悪いのか、どうやったら速くなれるのか、どうやったら強くなれるのか、どうやったら前に進めるのかしか考えてない。周りにね、サラリーマンとか、居酒屋とか夕方5時飲み行けないよ一人で。誰々がどうとか、取引先がどうとか、社会がどうとか、政治がどうとか、ぐだ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 言ってるだろ。だからうだつが上がんねえんだよ。だから出世ができないんだよ。俺はそうなりたくないからこの道を選んだの。顔を見たらわかるよ。自分のやるべきことをやってる人間か、他人のことをぐち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 言ってる人間か。俺は自分の人生変えることに必死なの。だから他人をディスってる暇がない。だから関心がないっていうよりも自分にしか関心がないとも言えるよね。うん、あ、共感してくれてありがとう。すごい嬉しいよ。だって人は何のために生まれてきたのって、自由になるために生まれてきたんじゃないの。俺はそう思うよ。自由になるために生まれてきたので、自由っていうのは束縛から生まれるの、束縛から解放されるの。だから俺はハンディキャップを持ってる人間とか、
恵まれない環境に生まれた人間っていうのは強いと思ってんの。なんでかっていうと、神様はこの人間だったらお前はそれを跳ねのけるってパワーを与えてくれてんの。貧乏は自慢することじゃないんだよ、年を取ってから。でも若い時の貧乏っていうのは仕方ないことだかもしれないけど、この人だったら乗り越えられるって言って神様が与えてくれてチャンスなんだよ。パワーをくれてんの。それを跳ねのけて社会に出てこない。強いよ、母子家庭ね、国籍が違くて日本に住んでる人、家庭の需要で、もしくは施設に入ってるとか、強いでしょみんな。そうだから、ハンディキャップを持ってるっていうのは武器だと思ってほしい。俺はそれは本気で思ってんの。うん、負けないでほしいの。俺は障害者かもしれない、キチガイかもしれない、ホームレスだったし、生活保護だったし、前科3犯でクズ野郎かもしれない。でも頑張ったらできるんだよ。俺は証明し続けたいの、それを。ハンディを持ってるやつとか、逆境にあるやつとか、負けないでほしいの。それを見せたいの、ただ。頑張れば稼げる、頑張れば夢叶えるって。だから夢を笑うやつはクズなんだよ。夢を笑うやつはクズなんだよ。俺は、子供に、お前の夢叶うよって。お前の夢叶うから、お前が本気ならなって。そう。俺は本気でやってんだよ、配信。うん。だから俺は人の夢を笑うことはない。ドレさんが60になっても、俺はプロで第一線で世界最強の60歳になりたいっつってんの、俺は今でも応援してる。うん。俺はそこに嘘はないと思ったから。それをディスったりとか一切しないよ。うん。俺はそれは叶えてほしいと思ってんの。60になって60歳最強。最強になりたいんだから。そう。未だにそれを追いかけてる人のどこがおかしい？うん。かっこいいじゃん、普通に。うん。そう。バイブレーションなのね。バイブスがあるの。持ってるやつには。いいバイブレーション持ってるやつと付き合った方がいい。共鳴するから。うん。いい感情を持ってるやついると、いい感情が生まれるんだよ。だから環境は大事なの。環境はゆっくり変えていかないといけないの。急には無理かもしれないけど。職場とか友人とか付き合う人は変えなきゃいけないんだよ。ゆっくり。なんでかって言ったら、環境が人を育てるから。親が育てるんじゃないの。環境は変えられるの。世の中には鶴見の法則っていうのがあるんだよ。ヤンキーはヤンキーと、ギャルはギャルと、OL は OL とつるむでしょ。自分がどうなりたいのかっていうのは、自分が今どんな環境にいるのかよく見てごらん。周りの悪口ばっかり言ってる環境にいたら、自分も絶対悪口言う人間になるんだよ。戦ってる人間になろうよ。戦わなきゃ勝ち取れないよ、絶対。俺はそう思うよ。うん。そう。環境を変えるために必死にやってきたよ。そう。そう。俺は今大手だとか稼いでるとかすげえとか羨ましいとかモテるとか言われるようになったけど、俺は4年前の自分を見てほしいの。4年前の自分が今を作ったの。4年前と言ってること何ら変わらねえよ、俺は。一個もブレてねえよ。配信が好きなんだよ。リスナーが好きなんだよ。うん。そこに対して嘘ついてない。誰よりも配信やってるよ。誰よりも寝ないで配信やってるよ。うん。そう。だからポットでのやつが稼ぐと、正直、羨ましいんだよ。うん。お台場とかで歩いてる犬見ると嫉妬するんだよ。あいつら歩いてて可愛いだけで、生まれたところが良くて、ちやほやされて俺より高い飯食ってんだよ。犬のくせに。そう。俺は、本当にそういうの悔しいんだよ。片親でさ。虐待されててさ。うん。俺は全部バネにして、取り戻す。だから1億円ないとダメなんだよ、俺の人生は。俺は1億掴んで全部人生取り返すんだよ。俺は決めてっから、腹くくってっから。うん。じゃないと、俺の人生納得できねえよ。全然。うん。俺は取り返すよ。自分が最高の人生だったっていうために欲しいもん全部手に入れる。うん。仲間も、リスナーさんも、うん、名声も、富も、自由も、全部手に入れるよ。配信でね。それは聞かれるよ。聞くよ。誓うよ。いいんだよ。荒野はラッキーなんだよ。だけど、そのラッキーが荒野を苦しめるんだよ。うん。そのラッキーがいつか荒野を苦しめるんだよ。あいつは持ってるんだよ。俺は持ってねえんだよ。持ってねえやつは、人より体張れないといけないんだよ。持ってねえんだよ、俺は。うん。ただ持ってねえやつは強いぞ。失うもんないかんな。うん。荒野は持ってるんだよ。羨ましいよ、正直。あいつの愛嬌とか、可愛がられ方とか、ちやほやされるのとか。羨ましくてしょうがないよ、あんなの。うん。お台場の犬と一緒だよ、あいつは。ラッキーなんだよ。持ってるんだよ。そう。世の中っていうのは不平等なの。不自由なの。そう。平等なんてないんだよ。でも俺は10年、20年とか一生っていう長い目で見たら、長い目で見たら、
俺は努力は絶対に実ると思ってる。そこまで諦めなければ。うん。そう。カーネル・サンダースだってさ、G さんになってから稼いだんじゃん。それは俺は1億円っていうのは10年以内に絶対叶える。42歳のまでの俺には絶対1億円手に入れてる。買いたいもん買いたいんだよ。指くわえて欲しいなとかいいなとか羨ましいなとかもう嫌なんだよ。うん。そう。で、持ってるやつはいっぱいいるんだよ。うん。ブーメランなんかいくらでも投げてやるよ。痛み伴うのは俺だろ、うん、自分で投げたブーメラン刺さって痛いのは俺だよ。チャリンコ乗るときに転ばないで。いきなり乗れたやついたか、いきなり歩けたやついたか、転んだときに。俺は転んでチャリンコ乗れるようになったんだよ。今ではスマホいじりながら漫画読みながらヘッドホンで音楽聴きながら何にも考えないで運転できるよ。そう。でも、痛みから逃げたやつはチャリンコ乗れないでしょ、今。俺は戦うよ。ブーメランなんかいくらでも投げてやるよ。強くなるためだったら。別に何だって構わねえよ、俺は。俺は本気でそう思ってる、うん。俺のこと笑いたければ笑えばいい。ディスりたければディスればいい。バカにしたいんだったらバカにすればいい。全部自分に返ってくるぞ。俺もいいことも悪いことも全部自分に返ってくると思ってる。だから配信は裏切ってねえよ。一個だけ。一個だけね。うん、以上です。伝わるやつに伝わればいいから。伝わるやつに伝わればいい。伝わんないやつには何言っても伝わんねえから、うん、もしかしたらこのメッセージが一人の人生変えるかもしんないんだよ。俺は自分の人生変えるから、うん、それは約束するよ。俺はそうやって生きてきたから、うん、ミラ全然いいよ、うん、ミラ全然構わないよ、うん、いやー無理しないと無理でしょ1億円つってんだから、うん、そう。戦わない奴が戦ってる奴を笑うんだよ、うん。戦わない奴が笑うんだよ。俺は他人の夢を叶えられる男になりたい。うん、根拠、俺。根拠は俺。以上。あとは俺を信じられるかどうかだけだから。興味があったら見てみてよ、ニコンさん。うん、興味があったら見てみて。10年後また覗いてみてよ。もし、こいつ好きだなと思ったら、フォローして応援してくれると嬉しい。そしたら俺は仲間だと思ってる。すごく大事にする。うん、別に、どうでもいいよ、お前の人生なんてって思うんだったら、まあ、またどっかで会いましょう。うん。うん。いや、俺は本気で言ってるから。俺は配信が好きだから。別に笑われたって構わないよ。うん。笑われたって構わない。馬鹿にされたって構わないよ。俺は配信だけはひたむけにやってきたんだよ。ぶっ飛ばされても、バカにされても、けなされても、訴えられても、何やっても配信と一緒に生きてきたんだよ。俺は配信で全部失ったんだよ。家族も、友人も。家族も友人も全部失ったの。だけど、俺は配信で今手にしてるものすべて配信で手にしたんだよ。何もかも。配信の神様に全部捧げたんだよ。何にも持ってなかったんだよ。布団すらなかったんだよ。段ボールで寝てたんだよ。生活保護を受けてて惨めな思いずっとしてきたんだよ。でも嘘をつかず晒してきたんだよ。ありがとう、ちょいちょい見てくれて、うん、だからこいつが嘘ついてるかどうかっていうか本気なのかどうかっていうのはさ、見てくれたらわかると思うから。まあブレたら叩いていいよ、諦めたら叩いていいよ。でも俺は戦ってるぜ、うん、ゴリゴリしなさんな。別にゴリゴリしてないよ、うん、違う。なんか俺はそう思ってんの、本当にそれくらいの熱い気持ちがある、配信に関しては。で、別に、笑いたきゃ笑えばいいと思ってるから。うん。笑いたきゃ笑えばいい。別に。うん。うん。俺が語ってんの配信論じゃないんだよ。配信が一日もう十何時間やってんの、配信。本当に。毎日毎日バカみたいに。うん。だから、俺が語るとしたら自然と配信論に聞こえちゃうんだと思う。俺は多分自分のことを語ってるつもりなんだけど、配信論に聞こえちゃうんだよ。うん。ただ俺は自分のことを語ってるだけなの。チェルシーおはよう。自分はこういう思いでやってるよって。こういう気持ちでやってるよって。みんな大好きだよって。ただそれだけだよ。うん。いや、わかんないよ。重たいかどうか。本気だよ、でも。そこはブレてない。昔からブレてない。うん。俺はクズだし、時間も守れねえ。約束も守れねえ。うん。寝坊もする。うん。上司の言うことは聞けない。仲間も信じれない時もある。
クズなんだよ。学歴もないし、普通の脳みそもない。心も歪んでる。何も持ってないんだよ。うん、一個だけでも大事なものはあんのね。それは配信なの。うん、だから、配信つけてたまま、ネタだと思ってた。お、いや、別にいいよ。ネタだと思ってたらいいじゃん。だって、ワンピース見てごらんよ。ルフィが海賊王になるっつって何回笑われたよ。うん。いいじゃん、別に。いいよ、別に。笑いたきゃ笑えば。うん、俺は、だけど信じてくれた仲間と一緒にやってると思ってるから。うん。だから、いいよ、笑いたきゃ笑えば。別に、本当に気にしてないの。全員俺の味方だと思ってねえんだよ。そんな甘くないんだよね。でも、俺のことを乗っかってくれてる人がいるの、本気で。俺にキラキラした目で、ワド大好きだよって会いに来てくれる人が何人いる？遠くから108人もいるんだよ。108人会いに来てくれてんだよ。俺のために。俺のエゴのために。1万人会いたいっつって。108人じゃ集まる？うん。俺はこの人たちをバカにさせるわけにはいかないんだよ。だから俺は1万人続けるよ。うん。うん、この108人がいるんだもん。この108人笑わせんだよ。バカ見たねって。ワドに騙されたねって。言わせねえよ、そんなの。何年かかったってやるよ。別にいいんだよ、笑われたって。最後に笑うのが俺だったらそれでいい。最後には絶対笑ってやるよ。本当の笑顔だぜ。本当の笑顔。うん、俺は他人をする歪んだ笑いじゃなくて、本気で笑いたいね。うん。畠山さんみたいな。坂本さんと畠山さんの時の試合みたいな、本当の笑顔を見せたいね。うん。俺は本気でそう思ってる。だからそれが達成できれば何でもいいんだよ。うん、おはよう、ミリカ。おはよう。お花畑だよ。うん、お花畑だよ。うんうん、別にいいんだよ、それは。勝つはどつ、うん。おはよう。熱く語る。どうなんだろうね。熱いものってみんな持ってんじゃないの？なんかしら。譲れないものを持ってるんだと思うけど。うん。それがないと、自分を信じれないと思うけどね。うん。メガネ変えたのはさ、ファッションがパンクファッションに戻そうと思ってて、楽器の頃パンクファッション憧れてて、パンクばっかりやってたんだけど、いつの間にかかっこ悪いなって思ってやめちゃったの、スーツ着るようになって。で、俺そっちの方がダセーわと思って。ガキの頃憧れてたものに慣れてねえってダセーなと思って。ラーズ・フレドリクセンになりたかったんだよ。で、DJ ヒカルとか、そう。要はさ、B-Boyって昔いっぱいいたじゃん、カラーギャングとか。今やってねえじゃん。あれ偽物じゃん。だから、変えたいもん変えるようになったのに、なんで俺ガキの頃の心を裏切ってんだろうと思って。だから、こういうギラギラしたパンクアイテムとか、ガキの頃欲しかったもの集めてんの。666のリストバンドって俺、買えなかったんだよ、中学生の時。これ中学生の時も売ってたんだよ。これ6800円なのに買えなかったんだよ、俺。お小遣いなかったから。中学生の時持ってたの、友人が。で、いいだろうって666って言って、つって、持ってたんだよ。で、指くわえて見てたの。で、その時のこと考えて、せっかく稼げるようになったのに、なんか、その中学生の時の自分笑わせてやりてえじゃん。買えるようになったぞ、つうかさ。で、丸メガネはさ、スーツするようになって、スーツに似合うようにつけてたんだけど、なんかパンクファッションすると合わないんだよ。今ちょっと T シャツはあれなんだけど、だから、なんか、そのサングラスみたいなメガネにしないとダメじゃないかなとか思って、変えよう変えようってずっと言ってたの。正直さ、このファッションにこれって合ってないじゃん。合ってないでしょ？スーツ用なんだよ。黒髪の。そう。だから、ちょっと、子供の頃の気持ちを追っかけてるっていうか、子供の頃になりたかった自分にならないと、なんかガキの頃の自分にさ、ネックレスとかこういうのも好きなの。なんか、こういうジャラジャラしたっていうか。だから、今、その、ガキの頃憧れてた自分に戻りたいなと思ってて。そう。いい年こいたパンクファッションとか笑わせんなって思うかもしんないけど、
うん、本当にそう思ってんだよね。いや、ジョブズってわけじゃないんだけど、うん、なんか本当にその原点回帰じゃないけど、シンプルになんかガキの頃憧れてたファッション、そのリーバイスのジーパンでバムフラップ、バムフラップってケツ当てなんだけど、でランシドの缶バッジ裏につけて、これ憧れの人だから、憧れのバンドだから、これ別に見せないで、ちょっと裏で俺の気持ちでさ見守っててほしいなと思ってて、そうでコンバース履いて、で黒 T 着て、で髪も赤く染めて、そう全部子供の頃憧れてた理想の自分みたいなさ。メガネは別に意識、本当はブラックフライとかかけたいんだけど、ブラックフライ別にそんな高くないんだけど、ちょっとまあ目悪くなっちゃってて、そうそう乱視ね、そうだ、革ジャンもあるんだけど飾ってあんのね、あれはジムズインの革ジャンなんだけど、ピストルズってわけじゃないね、ピストルズはそんな好きじゃない。そうそう、欲しいもん買ってって、例えばこういうバッグとかもかっこいいじゃん、こうやって歩いてたら、うん、かっこよくない、普通に T シャツでこうやって、うん、そう、お前仕事何やってんのつって、ああ、100万とか1億稼いでますって、舐めてるじゃん、うん、そういう大人になりたかったの、うん、お前何やってんの、いい年こいてつって、なんか遊んでたら100万円毎月もらってんだよねって、そう、そういう生き方をしたかったの。徹底的に自分のやりたいことやってバカにするじゃないけど、バカにされてきたから自分を通して見返したかったのね。いや、遊んでるだけだけど、つって。ただ本気で、お前と違って本気で遊んでたけどね、って。うん。そう。ロックっていうかパンクでしょ？うん。いや、本気で遊んでただけだよって。お前と違って本気で遊んでたよって。うん。遊びが仕事って。そう。それが理想の自分なの。で、ようやく手に入ったの。4年かけて。うん。ただそれだけっすね。いや、もし応援してくれるんだったらフォローしてくれると嬉しい。うん。まあ来年ホームレスになってるか、明日ね、ホームレスになってるか、のたれ死んでるかわかんないけど。うん。うん。そうそう、クルマトラジロー大好きなの。クルマトラジローとかスナフキンとか。うん。そう。だからまさに、そう、クルマトラジロー、メンターの一人なのね。かっこいいじゃん。うん。トラさんのじゃなくて、これはヘルツって言うと、これ、フルオーダーで職人さんが作ってて、6万すんのね。全部手作りで。あの、布とか一切使ってないの。40年前からあるカバン屋さんで、本格カバンの新鮮、全部革なの。本革。全部革。布一切ないでしょ。しかも、本当に染めてる。もう、革のオーダーまで。あの、ここでしか取り扱いのない革ぐらいの革なの。そう。だから、こんなカバンしてさ、こんな髪型してさ、あの、普通に1億円稼いでるけど何かって。うん、こうやってやりたいんだよね。うん。そう。あんまり客観視できてないと思うよ。客観視できるやつだったら自分のことを、もっとまともな生き方してると思うよ。サラリーマンやって大学行ってとか。うん。こんなアホな生き方ないでしょ。こだわりがあるの、赤白黒って。うん。もうパッと遠くから見た時に、あ、和道だってわかるようにしたいの。絶対和道しかいねえって、こんなファッションって。そう。こんなアホみたいな格好してんの和道だけじゃんって言わせたいのね。うん。だから全部本当にこだわってんの。赤と黒と白しか身につけない。だから見えるところ赤黒白多いでしょ。ホイミスライムとかさすがにベホマ、ねベホマスライムにできなかったけど、こういうのとかももう本当に気をつけて生きてんだよね。客観視はできない方だと思うよ。こんなまともな、まともじゃない生き方にならないでしょ。狂ってるでしょ。アホだと思うもん。そう、死ぬまで使えるって言われてる。ヘルツのバッグっていうの。ヘルツ。ベンゾ太郎さんも褒めてくれて、最初はランドセルってバカにされたの。背中に背負ってたの。リュックサックにできてカスタムしてもらったのね。そしたらみんなバカにしたの。でもベンゾ太郎さんが、ワドーバッグすげえ良かったって言ってくれたら、みんな見る目変えて、ワドーのバッグおしゃれだねって言って。そう。だから、何を言うかじゃ、何を買うかとかじゃないんだよ。誰が言うかなんだよ。ベンゾ太郎さんは影響力あるから、リスナーの視点を変える力を持ってるんだよね。あの人オシャレだから、ベンゾさんがオシャレな、ね、かっこいいって言うんだったら絶対オシャレだっつって。仕事は配信、今、ナウだけど。うん。配信業です。そのカバン、え、何？仕事してないのにって、俺仕事してるんだけど。
にニートに見えるんだったらニートで全然構わないけど、うん、そう生き様っていうか、なんだろう、ライフスタイルには徹底的にこだわってるよ。ライフスタイルにはこだわりがある、自分の中で、うんうん、全然いいよ、うん、いやランドセルっていう全然いいよ。だから別に何言ってもいいんだって。自分が良ければいいから、自分がなんだろう、かっこいいと思う生き方だったら何でもいいの、うん、ダサいって言われるよ。ウルトラマン見てって言われんだよ。ちょっと革ジャン着ようかさ。夏でも革ジャン着てこうやってやりたいの俺は。本当のパンクさん夏でも革ジャン着てるんだよ。うん。そう。俺はこれがかっこいいと思ってんの。うん。そう。こうやってるのがかっこいいと思ってんの。うん。どうもーって、うん。そう。別にそれは人のセンスだから。うん。だから別に笑われたっていいんだよ、笑いたきゃ。俺は。スーツ着て、みんなと同じ服着て、みんなと同じことをやらされてる、洗脳された人間みたいになりたくないんだよ。そっちの方がよっぽどおかしいよ。右向け、右っつって右向く人間なんだもん。右なんか向けねえよ。うん。なんで右向かなきゃいけねえんだよ。でしょ？右向け、右っつったら全員向くんだぜ。北朝鮮かよ。気持ち悪い。うん。そう。俺はだから自分がかっこいいと思ったものをただ表現するだけだよ。かっこいいもの着て何がわかん、年収1億円狙ってんのは。うん、今達成してるわけじゃないよ。うん。そうそう。いいでしょ、メンチカツ。で、やっと手に入れたんだよ。働いてたらこんなのダメだって言われる、クビにされるよ。うん。でしょ？でも今誰にも文句言われねえんだって。みんなが食わせてくれるから、みんなが花火くれんだよ。和道の生き様いいよって、貫けよって。貫くためには花火が必要なんだよ。分かってるやつは花火くれんだよ。本当に俺のこと、俺のライフスタイル支えようとしてくれてる人は。困ってねえんだわ俺。俺を俺でいさせてくれてる人がいるんだよ。和道貫けって、和道奥行けって、俺はてめえのために働くぜ、うん、じゃんじゃん二人で成功しようぜっていっぱいいるんだよ。俺と店やりてって。ありがとう花火、ありがとう、あ、風船ありがとう、うん、自慢じゃないよ。こういう生き方してんだよ。散歩全然いいよ、うん、っていうかいつもこの格好で散歩してるけど、冬場は。ロアコさんとベロチューした時もこのジャケットだから、見てごらん、ごしゃぶじけこの格好だから。日本社会とか別にあんま関係ないよ。どこだとかなーだとか、アメリカだからとか。俺日本でこれやってるんだもん。全然いいじゃん。あんまり気にしないことを、あんまりカテゴリーとかで語らない方がいいよ。うん。別に誰かを殺すわけでもないし、誰かに迷惑かけることなんかやってないのに、なんでこんな言われないといけないの？俺誰か傷つけた。誰かに迷惑かけた。うん。夢語ってなんで怒られるの？夢を見ちゃいけないんですか？夢を見たらこの国では叩かれるんですか、蔑まれるんですか、うん、面白いですね、うん、どう夢を語って何が悪いの？それに対して協力するよって、応援するよって、何が悪いの？俺は仲間大事にするよ、感謝するよ、ありがとう、うん、それでよくない？何がおかしいのか全然わかんねえ、全然わかんねえよなあ。別に笑いたきゃいくらでも笑えばいいよ、うん、誰の言葉で背中を押されたんですか？誰の言葉で？どういうこと？誰の言葉って、うん、うん、俺は別に普通に思うけどね。いいんじゃない？別に夢を諦めて悲願じゃうのは夢を諦めた人の理論だから。
俺はイチローとか矢沢永吉とかにシンパシー感じるし、スティーブ・ジョブズとかすげえ言ってることわかるし、うん、俺はわかるわ。トーマス・エジソンが言ってんのもアインシュタインが言ってることもわかんの。だからその辺のサラリーマンとかその辺のなんか偉そうにしてるやつが言ってることは何一つわかんねえよ、うん、何一つわかんねえよ。だからわかるやつの言葉でいいと思ってる。わかるやつの理論で生きれば、うん、売り切れだった。残念だったね、うん。666のアイテムね、これ。666のアイテム。まあ、入荷するんじゃないの？うん。欲しかったんだ。これはガキの頃から売ってるから、多分定番アイテムだけど、どうなんだろうね。残念だね。花火はもらうよ。花火がもらわなくても全然平気じゃなくて、花火で整形だって言ってんの、俺。花火はじゃんじゃんくれって言ってんの。俺のこと応援してくれる人ね。俺のこと好きな人とか、俺のこと支えたいとか応援したいとか、走れっていう人、だって無給でできるわけじゃないもん。俺花火で生活してんだもん。うん。花火のために頑張って喋ってんだもん。自分を切り売りしてんだもん。うん。これは、ジムズインだね。ジムズイン。いや、夢をつかむとか成功するとかって運が良くないとできないと思ってるよ。うん。努力した人間が全員なんかつかむわけじゃないと思ってるけど、つかんでるやつは全員努力してんだよね。だから可能性にかけてるだけ。偉人の言葉でいっぱいあるよ。例えば、小野陽子が言った言葉だと、一人で見る夢は夢でしかない。でも誰かと見る夢は現実だとかさ、ステイハングリー、ステイフーリッシュとかさ、まあベタかもしんないけど。あと、吉田松陰とかね。心に留めてる言葉っていうのはいっぱいあるけど、でもそういうのはさ、人に言うことじゃないっていうか、こういうノートとかに書き留めておくもんだと思ってて、自分が大切にする。おはよう、花火さん。おはようございます。アイテムありがとう。なんかこう、自分が大切にするもんだ。人からもらうものだから。うん。だから、まあ、結果出したらいいわけだ。何でも。うん。何でもそうだと思うよ。問題なのは何を言うかじゃなくて、正論を言うかなんかどうでもよくて、誰が言うのか。例えば、親が勉強しろって言っても子供言うこと聞かねえじゃん。親の生き方が間違ってるからなんだよ。普段見てんだよ、子供って。でも子供がさ、仮面ライダーとか大好きだったら仮面ライダーが家に現れてさ、何々くん勉強しようって言った瞬間勉強するぜ。うん。誰が言うかなんだよ。で、俺が言ってんだよ。うん。言葉っていうか、俺は心だと思ってる。心が変わればって検索してみて。心が変われば。うん。それもいい言葉だから。うん。うん、まあまあまあ、別に、なんだろうね。俺は余裕だと思ってるけど。まあまあ、やるのは俺だから。うん。俺は自分がどうなるのか楽しみでしょうがないよ。今日も花火たくさんいただいてさ。うん。ありがたいよ、本当に。ありがとね、みんな。うん。次枠どうする？行く？みんな。次枠行く？まだ聞きたい？まだ眠くなかったら、まだ全然体力あるから、全然話せるけど。もし、もう今日はお腹いっぱいだわっていう感じだったらあれだけど。次役どうすか、皆さん。行くか。じゃあ次役行きましょう。みんな一回落ちまーす。じゃあ最後のアイテムタイムです。ありがとう、みんな聞いてくれて。お疲れー。
アイテムありがとう。ビビさん、風船ありがとう。ありがとう。ハユルさん、風船ありがとう。ありがとう。花火ありがとう、カズヤ。あじゃん、暑いな。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。